ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、某アニメで番組の最後にじゃんけんするじゃない。ああ、国民的アニメのことか？実はね、ついに手に入れてしまったのよ。そのじゃんけんに勝つ技を。技？統計じゃなくてか？よくわからないけどコツと言えばいいのかしら？これさえあれば、ちびっこの間で人気間違いなし。ちびっこと言わず、大人からも人気になりたくないか？なりたいわ。それじゃあ今回は、世界中の老若男女にドヤ顔できる、解明された世界の謎を7つ解説していくんだぜ。ゆっくりしていってね。1、アイスマンのタプー。最初に紹介する解明された世界の謎は、アイスマンのタプーについて解説していくぜ。アイスマン、聞いたことがあるわ。都市伝説界隈ではかなり有名な話だからな。耳にしたことくらいはあるだろう。アイスマンは1991年、東アルプス最大の谷、エッツ渓谷の氷河の中から発見されたミイラだ。発見された場所にちなんで、アイスマンは、エッチとか、エッチジアイスマン、ハイスラプヨッコの男などなど、様々な呼び方で呼ばれているぜ。呼び名が多いってことは、それだけ研究されているってことでもあるわよね。何しろ今から約5300年前、紀元前3300年頃のミイラであり、近年までは、現在確認されている世界最古のミイラだからな。そりゃあ、いろんな角度から研究されているに決まっているぜ。世界最古のミイラの座についていたの？それはすごい大発見じゃないのよ。今はそれよりも昔のミイラが見つかっているにしても、5000年も前のミイラの希少価値が下がるわけじゃないしね。余談だが、一番古いミイラは現在、チリのアタカマ砂漠から出土した。チンチョウロのミイラだと言われていて、今から約7000年前のミイラなんだとか。それより2000年は若いミイラであるアイスマンなわけだが、霊夢の言った通り、だからといって希少価値が変わるわけじゃない。アイスマンは現在、イタリアのボルツァーの県立考古学博物館にて公開されていて、摂氏マイナス6度、湿度 99% の冷凍庫の中に保管されているそうだ。二度と手に入れられない重要なミイラだからね。しっかりと保存してもらわないといけないわ。非常に重要な情報を抱えたままミイラになったアイスマンなんだが、その体にはタプーが入っているって話もかなり有名なんだ。アイスマンが世界最古のミイラだったこともあり、同時に世界最古のタプーとも言えるわけだが、その意味するところが何なのか？ということも重要な研究テーマになっていたんだよ。そりゃそうでしょうね。現代ではファッション性が非常に強くなってるけど、日本国内だけを見てみたら、昭和や平成初期の頃は、やっぱり極道関係の証、みたいなイメージが強いわよね。もう少し時代を遡ると、軽犯罪の罪人に対して入れ墨を入れていた文化があるしな。しかし私たちにとってはすでに大昔の話でも、アイスマンが同じ理由でタプーを入れたわけがない。部族の象徴、あるいは敵部族に対する威嚇のためという理由も十分に考えられている。ちょっと意外な仮説としては、治療のためにタプーを入れている可能性も考えられるそうだ。治療にタプーが使用されていたことがあるの？現在でいうところの針治療の一種なのではないか？という風な仮説も立てられていたそうだ。それほどまでにアイスマンの体には、多数の入れ墨が入っていたのさ。頭からつま先まで、ほぼ全身にタプーが刻まれていたそうなんだ。このことから、針治療の際に壺の目印として、入れ墨を入れていたのではないかと考えられてきたんだが、今回、このことが明らかになったというんだ。おお、約5000年前の秘密がこの現代になって暴かれるわけね。どんな秘密が隠されていたの？2024年3月13日付にヨーロピアンジャーナルオブアーキオロジーにて発表された。公表された研究内容によれば、今回判明したことは、タプーを入れる技術に関する謎が判明したそうなんだ。どうしてタプーを入れていたのか、っていう理由ではなく、タプーを入れる方法ってこと？そうだ。だとしてもすごい発見よ。約5000年前の技術を目の当たりにできるなんて、すごいじゃないの。でどんなすごい技術が使われていたの？聞いて驚くな。どうやら現代でも使用されているような技術が、約5000年前の当時にも使用されていたことが判明したんだよ。現代の技術が、5000年前に？霊夢も私もタプーを入れたことがないから、あまり聞き馴染みがないかもしれないが、入れ墨を入れる際には実中ハック、手彫りで入れることになる。これは職人さんが画家がキャンバスに絵を描くように、人の体の部位に顧客が望む絵を入れるわけだ。その際に使われる手法が、現代と同じ技術が用いられていた可能性が指摘されているんだよ。そんなことありえるの？今の話が本当だとしたら、約5000年前からタプーを入れる技術が語り継がれてきたことにならない？しかも、先ほど現代的な技術と言ったが、使用されている道具もまた、現代的なものだったと考えられているんだぜ。
技術だけじゃなくて、道具も現代と似通っているの？場所や時代によっては、サボテンの針などを使って入れ墨を入れていたそうだが、アイスマンに限ってはどうやら違うらしい。何でも先端が尖った道具、現在でいうところの霧のような道具を使い、霧の先に着色インクを浸し、皮膚の下にインクを注入する。そしてアイスマンのタプーが書かれる際にできたインクの注入口。要するに皮膚に開いた穴は、針よりも大きいことが分かったそうだ。このことから、霧のような道具を使用していたと考えられており、現在ではそう結論付けられているそうなんだよ。まさか、昭和、平成、令和の時代の技術が、遥か大昔の時代にも使用されていただなんて、ちょっと想像だにしなかったわね。しかもだ、この研究の裏付けをするために、研究に携わった人が、自らの体にアイスマンと同じようなタプーを入れたそうなんだよ。研究員自身がそこまで体を張ったの？いくら入れ墨の文化が日本とは違うとはいえ、自分の体を実験台にするなんて。その結果、もう一つの仮説、鋭利な石を用いて、皮膚を切り裂き、そこから着色料を入れるが否定され、道具を用いて現代技術に近い形でタプーが彫られたとの説を有力にしたんだそうだ。自分の体を実験台にしたという事実がある以上、説得力が違うわ。おかげさまでまた一つ、世界の謎に光が差したわけだからな。担当した研究員様々だぜ。ね、でも自分の体は大切にしてほしいわね。タプーだから試したんだろうぜ。それ以外だったら、そう簡単に自分の体を実験台にはしなかったと思うぞ。でもまあ、自分の体をいたわってほしいってのは同意見だな。できるだけ長くいろんな研究をして、世界の謎を紐解いてほしいわ。アイスマンに関する謎はまだまだありそうだし。間違いないな。ぜひ5000年前の謎を少しずつでもいいから明らかにしてほしいぜ。2、日本人の祖先。次に紹介する内容は、つい聞き入ってしまう内容かもしれないぜ。そんな自信満々に言っちゃって大丈夫なの？自分で言うのもなんだけど、都市伝説の話を聞く耳は超えてしまってるわよ。安心しろ、大丈夫だ。何しろ日本人の祖先について解説していくわけだからな。本当に？謎が解けたの？都市伝説好きの人ならわかると思うが、日本人の祖先、いわゆる日本人のルーツというのは、今まで謎に包まれていた。その謎がついに明らかになるなんて、もしかして、あの都市伝説界隈最大の謎、アヌンナキとの関係性も明らかになるのかしら？シュメール文明を築いたとされる宇宙人アヌンナキか。確かに都市伝説では、人類はアヌンナキから創造されたとか、日本の起源はシュメール文明にある、などという話はよく聞くな。ただまあ、今回はその方向に話は広げず、現代技術によって判明したことについて言及していこうと思うぜ。というと、国立研究開発法人理化学研究所、通称理研は、本年4月17日サイエンスアドバンシズにて、日本人の祖先が3系統に分けられることを突き止めたことを発表したんだ。さ、3系統に分けられる？今までの研究では、日本人は2系統に分けられるとしていたんだ。その系統とは、縄文系と弥生系と呼ばれているぜ。そして現代では二重構造モデルと呼ばれる、いわゆる縄文系と弥生系の根結の子孫が、私たち日本人だと考えられてきたんだ。その、縄文系とか弥生系っていうのは、単純に歴史の授業で習う縄文時代と弥生時代の人って認識でいいの？いや、その認識だと語弊が生まれる可能性がある。縄文系は、約1万5000年前から3000年前にかけて、現在の北海道から沖縄まで広く居住していた原住民。そして弥生系はその後、大陸から渡来してきた住民だと考えてほしいぜ。ということは、原住民と他部族とのハーフが、約3000年前くらいの当時生まれたってことになるわけね。非常に簡潔に言ってしまうと、そういうことだぜ。この縄文系と弥生系の根結という形から、二重構造モデルという言い方をされてきたわけだが、本年に入って、実は三重構造モデルなのではないか？という仮説が立ち始めたそうなんだよ。ってことは縄文系でもない、弥生系でもない、第三の系統が考えられるようになったってことね。ちなみになんだがかねての研究によれば、縄文系弥生系だけではなく、東アジアから古墳時代に日本に渡来してきた種族、第三の系統があるという仮説が提唱されていたそうなんだ。その系統が今回明らかになり、弥生系は2種類に増えたんだよ。元来、弥生人は朝鮮半島から来た渡来人を意味する言葉だしな。第三の外国人が日本に移住してきた。そして三つの血筋を持つ当時の人々が日本という国の中で生き、子孫を残して今の日本人を築き上げた。なんだか、ちょっぴりロマンを感じる話だわ。もしも第三の系統がなかったら、今の日本人にはならなかったかもしれないんでしょ？
遺伝子だけで人の性格が決まるとは言い難いが、見た目的な分野で言うならば、今と違った容姿になっていたかもしれないな。なるほどねー。で、その3つはどんな分けられ方をしているの？縄文系はそのまま縄文系として称されていて、弥生系は関西系と東北系に分けられたそうだ。数で言えば、縄文系が一番多く、特に沖縄に多いそうだ。次に東北系弥生人が多いようで、詳しい由来は現在もまだ判明していないものの、アイヌ文化とも関係のある北海道の蝦夷とも関係していると言われているぜ。そして第3の系統っていうのは？関西系と呼ばれる弥生人だ。この系統は古代中国の漢民族に近いと言われているぜ。なるほど。そしてこうした日本人の祖先のルーツを知れるということは、これはそのまま日本人の身体的な特徴や健康維持に大きく関係してくる、と言われていることを知っているか？そんなとんでもない大発見に繋がってくるの？なんで？今回の発見はゲノム解析と呼ばれる手法を用いて、3つの系統に分けられることを判明させたわけなんだが、このゲノム解析というのは、生物の遺伝情報を解明する技術のことなんだ。かねてより、ゲノム解析の中でもヒトゲノムの解析は非常に重要な研究であるとされ、病気の予防、診断、治療に直結する研究なんだよ。つまり自分でさえ自覚していない体の情報を解析することができる。言うなれば、遺伝子レベルの個人情報が丸裸にできるわけだ。ここまで精密な研究にもなってくると、日本人がどうして今のような顔立ちになったのか。どうして日本人は今の姿形をしているのかだけではなく、なぜ日本人の多くがこの病気、あの病気に苦しんでいるのか、その解決方法は本当にないのか、などなど、あらゆる側面にて解明することができる可能性を秘めているんだ。そこまで丸裸になるってことは、もしかしたら性格や精神面に関しても赤裸々にされそうだわ。いつかそんな時代が来るかもしれないな。少なくともゲノム解析により、日本人は、2型糖尿病、前立腺がん、アトピー性皮膚炎、関節リウマチ、冠動脈疾患、またこの他にも身長との関連性についても判明しているそうだ。身長の関連性まで判明してるなんて、しかしこれは逆に言えば、新薬の開発や、患者一人一人に対する専門的な医療、個別化医療の促進につながると言われているぜ。技術は日進月歩、常に進化しているってことだな。まさか日本人の祖先、ルーツを調べることがここまで重要なプロジェクトにつながってくるなんてね。何が日本人を、人類を救う手立てになるか、わかったもんじゃないな。本当に偶然とか、気がついたら世界を救っていた、なんてこともあるかもしれないって思ったわ。ぜひそんな日を拝みたいもんだぜ。3. プルトニウムの洞窟の謎。それじゃあ本日3つ目の解説に移ろう。今から紹介するプルトニウムの洞窟の謎は、地獄の門と呼ばれている恐ろしい場所だ。そりゃ、あの核爆弾にも使われているプルトニウムだしね。安全安心ってわけにはいかないわよね。トルコ南西部にある古代ローマ遺跡ヒエラポリスには、通称地獄の門と呼ばれる洞窟があり、そこには冥界の王の名を冠した異名ハデスの息吹と伝えられる何かが、地中深くから湧き出て出ているそうなんだ。このハデスの息吹は、近づく動物たちの命を容赦なく奪う代物で、そのあまりの恐ろしさからか、ハデスのローマ名、プルートーにちなみ、人々はいつからかプルトニウムと呼ぶようになったそうだ。プルートーにちなんでプルトニウムと呼ぶようになった？って言った？言った。核爆弾に使われているプルトニウムとは？関係ない。原子番号94番、プルトニウムではない。めっちゃ紛らわしいわ。しかしそれほどまでに恐れられているという点においては、名前負けしない、いいネーミングセンスだと思うぜ。洞窟には生物の命を奪う何かがある。その何かが、今回判明したんだよ。つまり、危険なガスの正体が分かったってことよね。ごくり、その正体は、何だったの？ガスの正体は、大量の二酸化炭素だったそうだ。え？それって、空気中にも存在している二酸化炭素？あ、今、たかが二酸化炭素がどうした？みたいな反応をしたな。そんな霊夢には、ぜひこの地獄の門に入ってもらいたいぜ。いや、そこまでは思ってないけど。でももっと危険度の高いガスかと思ってたから。侮るなかれ。ここ、ヒエラポリスは古代ローマ帝国の支配下にあった円形の劇場なんだが、その地下に、この地獄の門があるわけだ。言い伝えによれば地獄の門は、近づく者の命を奪うとされていて、事実、紀元前64年頃から紀元後23年頃を生きた古代ギリシャの学者ストラボンの記録によれば、洞窟内部は地面が見えないほど濃縮された蒸気に満たされていて、この中に入った動物は即座に生き絶える。と、
実際にスズメを投げ入れると、すぐになくなってしまったそうだ。スズメさんが、下せぬと思うかもしれんが、これは重要な情報となり、人々を近づかせてはならない場所だということが分かったはずだ。それ以降、この地獄の門は冥王ハデスへの生贄を捧げる場所となり、数多くの動物が投げ込まれたそうなんだよ。当時の時代背景を考えると、そうすることで自分たちの身の安全を保障して欲しかったんでしょうね。ただしこの地獄の門はその後、2000年間、その存在を忘れ去られることになるんだ。なんで？こんな危険な場所を忘れるなんてことがありえるの？古代ローマ帝国がキリスト教を受け入れたことにより、ハデスへの信仰心が途切れたんだ。その結果、地獄の門に生贄を放り込まれる文化は消え去り、ヒエラポリスの町自体が放棄されることになったんだよ。それは、結果的には何の罪もない動物たちが生贄に捧げられなくてよかったと思うけど、でもだからといって、こんな危険な場所を忘れるのはやりすぎな気がするわ。結局、2013年にイタリア人考古学チームが発見されるまで、地獄の門は放置され続けていたそうなんだ。そして現代技術による調査の結果、洞窟内は火山性二酸化炭素が大量に湧き出てることが判明したんだぜ。その濃度は平均約 30% から 50%、洞窟の奥にもなると 90% にも達するほどの濃さだとか、まさにハデスの息吹の名に恥じぬ強毒性を持っているぜ。はぁ、なるほどね。生き物の命を奪うには十分すぎるほどの濃度が滞留していたわけね。また、そこには観客席のような場所もあったことから、記録にある地獄の門、プルトニウムの洞窟に間違いないそうだ。一個気になるんだけど、命を落としたのは動物だけなの？人が犠牲になった例はないの？今のところ確認されていないな。というのも、二酸化炭素は空気よりも重いから下の方に溜まりやすいんだ。だから身長のある人は高濃度の二酸化炭素を吸うことはなく、逆に身長の低い動物たちは高濃度の二酸化炭素を吸ってしまい、死に至るようだぜ。古代ローマの時代に人が生き延びて、動物が亡くなる姿を目の当たりにしたら、冥王ハデスが生贄の動物の魂を受け取りに来たと思っても不思議じゃないわね。まさに神が降りてくる瞬間、奇跡の瞬間を目の当たりにしているような感覚だったんだろうな。現在も洞窟内は大量の二酸化炭素で充満していて、洞窟の前の空間には、水が池のように溜まっているそうなんだが、その池の底からは大量の泡が湧いてきているらしい。その泡の一つ一つが火山性二酸化炭素、ってことなのね。間違っても、この地獄の門の中に入るのはおすすめしないぜ。行かないわよ。余談だが、このヒエラポリスには水着を着て入る男女兼用天然温泉プール、サーマルプールがあるそうなんだ。別名クレオパトラプールと呼ばれているこれはその名の通り、あの世界三大美女の一人、クレオパトラが立ち寄った天然温泉があるそうだ。そっか、火山性二酸化炭素が放出されてるってことは、近くに油源があったとしても不思議じゃないわね。古代ローマ時代から温泉保養地として有名だったそうだからな。この場所を死ぬまでに行ってみたいリストに入れている人も少なくないみたいだぜ。がぜん行きたくなってきたわ。クレオパトラが泳いだ温泉だからな。私もぜひ行ってみたいぜ。4. 新しい血液型。次は新しい血液型について解説していくぜ。へ？新しい血液型ができたの？ ER 型と呼ばれる血液型だ。この血液型の発見により、場合によっては人の命さえも救う可能性が秘められているんだぜ。どういうことなの？詳しく解説してよ。そもそもの話、血液型は大別すると A、B、O、AB の4つに分けられるが、細かく分けると AA、AO、BB、BO、OO、AB の6つになり、もっともっと細かく分類すると RH と呼ばれる血液型のプラスとマイナス、その他 AB、O 型などという分類もされているんだ。私の知らない血液型がこんなにもあるだなんて。というか、そもそも4つじゃなかったのね。私たちが知らないだけで、1年に1つ、新しい血液型が分類されているそうだ。正直、血液型の種類で言えば、何百万って数字にもなるそうだ。そんなにとんでもない数字になっちゃうの？だな。そんな中、ER 式血液型なるものが確立されたそうなんだ。これは44番目の分類だそうで、2022年に特定されたんだ。この特定のための研究に取り組んだのは、イギリスのブリストル大学と国立血液サービス、通称 NHSBT と呼ばれる国際研究チーム。この2つの組織が手を取り合い、一人の女性の血液サンプルを分析することから始まったんだ。それって、かなり珍しい女性だったの？ああ、ER 型と呼ばれる非常に希少な血液型の女性だ。そもそもその女性の血液サンプルを分析するきっかけになったのは、
その女性が出産を迎えた際に、お腹の赤ちゃんの血液異常に伴い、胎児に輸血を行うも救うことができず、またなぜ救えなかったのかという理由がわからなかったからなんだ。なるほど、そこで血液に注目したってわけなのね。そういうことだ。母親が希少な血液型をしていたため、胎児に輸血した血液が適合せず、むしろ胎児を攻撃する働きになってしまったんだ。これが、新生児の命を救うことのできなかった理由だったんだよ。これは、悔やんでも悔やみきれないでしょうね。その母親自身、自分が特殊な血液型だったことすら知らなかったんじゃないの？その通りだ。ただし、ER 型ではなく、ERA と呼ばれる抗原自体は、今から約40年以上も前に、1982年には発見されていたそうなんだよ。40年以上前に？だったらなんで今回の医療事故になっちゃったの？研究が進んでいなかったの？まさにそれだ。サンプル数が少なく、その詳細は不明瞭な部分がほとんどだったんだ。しかし今回の事故をきっかけに最新技術を用いて分析を行った結果、極めて希少の血液型を判明することができたんだ。これにより、同じく ER 型の輸血を望んでいる患者たちに希望を持たせることができたのさ。その代償は、高くついてしまったわけだけどね。でもそんな状況だったら、正直防ぎようがないもんね。非常に残念な話だし、正直目の前にいたとしたらかける言葉すら見つからないだろうけどな。しかし現在は血液の不適合を正しく診断した上で、適切な治療ができる確率が上がったと言われている。この語尾を読んで、確率という言葉が出てくるのは、なんとも口惜しいことではあるけれど、これが医療の限界とも言える。医療に限らず、私たちの命に関わることは、どんなに気をつけていたとしても、確率からは逃れられないもんね。きっと今回の一件で、誰よりも早く治療法を見つけたいと願っていたのは、他ならぬ研究員たち、そして胎児を失ってしまった母親とその家族だろうからな。その人たちの汗と涙で、笑顔と希望を抱ける人がいることを忘れちゃいけないぜ。今後も、精神的も肉体的にも大変だとは思うけれど、研究を頑張ってほしいわね。何ができるわけでもないが、応援は惜しまないぜ。5、一つ目の卵を捨てるペンギンの謎。さてさて、さっきは大事な命を失ってしまった悲しい話をしたわけだが、今から話すのはその真逆の出来事。どういうわけか、自ら自分の卵を捨てる動物の話だ。え？そんな動物なんかいるの？題して一つ目の卵を捨てるペンギンの謎についてだぜ。ペンギンって言ったら、子供を守るためにホッキョクグマが来たとしても、身を挺して卵を温めることで有名な動物じゃないの。そのペンギンが、卵を捨てる？あくまで、一つ目の卵限定だけどな。その理由が、今回判明したというんだよ。ぜひ聞かせてほしいわね。どういう理由があるっていうの？霊夢の言う通り、自分の子供が生まれてくる卵を、全身全霊をもって守ろうとするのは動物としても当たり前で、ましてや自ら卵を捨てるなどという行動をするのは異例中の異例のことなんだ。しかしそんなイレギュラーなことをする動物が、ニュージーランドの孤島にいる。その名はシュレーターペンギン。カンウと呼ばれる鶏でいうところのトサカが逆立っているのが特徴のペンギンだ。先にも述べた通り、このシュレーターペンギンが自分の子供を捨てているわけだが、必ずシュレーターペンギンは卵を2つ同時に産むそうなんだ。そしてその1つを捨ててしまうと、こういうわけなんだな。ペンギンに限らずだけど、出産ってとんでもないエネルギーを使うのよ。そこまでして出産したのに、なんで？そこには生き抜くための理由があったんだ。シュレーターペンギンのメスは、2つの卵を産むんだが、通常1つ目の卵を産んでから、2つ目の卵を産むまでに約5日間の間隔がある。そして調査をしてみるとすぐに気がつくことがある。この2つの卵は同じ個体から出産されたにもかかわらず、明らかに大きさが違うんだ。なんで？大体一緒の大きさになるんじゃないの？シュレーターペンギンは違うらしい。2個目の卵は1個目の卵に比べると、約 85% も大きいことが判明したんだ。調査に当たったロイド・ディビス氏によれば、同じ個体から生まれてきた卵のサイズがここまで違うのは、シュレーターペンギンだけ。とのこと。ここに重要な秘密がある。ってことね。結論を言ってしまうと、シュレーターペンギンの狩りが、この奇妙な行動に大きく関係していることがわかったんだ。シュレーターペンギンは沖合で狩りをするため、庭のヒナを育てるために十分な食料確保ができないそうなんだ。しかしながら、祖先から引き継いだ遺伝のゆえなのか、二つの卵を体内に宿してしまう。そこで一つ目の卵を育てることを放棄し、時には自ら殻を破るなどして生まれてこないようにし、残った一つを命を懸けて育てるという方法に行き着いたそうなんだ。それは、残酷ね。
卵がもし一つだけしかなかったら、そんなことしなくて済むのに。もしかしたら群れの中には、一つしか卵を産まない個体もいるのかもしれないが、卵のサイズから考えてみても、明らかにシュレーターペンギンの意思で、一つ目の卵を早産させ、二つ目の卵を育てようとしている風にも思える。そしてこの卵のサイズが小さいというのも、重要なポイントなんだ。どういうこと？卵が小さいと転がり落ちるリスクが高い。シュレーターペンギンが生息している場所は傾斜のある岩場だから、小さい卵を育てるのはかなり大変なんだ。そこでシュレーターペンギンは、それほど世話の大変な小さな卵を育てようとしない傾向にあるんだと考えられるんだ。一つ目の卵を小さくしようとするのは、意図的なのかしら？意図的かもしれないし、遺伝かもしれない。それに関しては今後の研究で判明することだろうな。とはいえ、シュレーターペンギンは絶滅危惧種に指定されているからな。うかうかしていると絶滅してしまって、研究自体ができなくなる可能性もある。場合によっては、一つ目の卵を保護することも考えなくちゃいけないのかな？そうなると、体が小さく弱々しい個体が増えることになりかねないな。とても大自然の生存競争で勝ち抜くことはできないだろうから、人間の保護下にいることが条件になってしまうだろうぜ。難しい問題ね。難しい問題さ。絶滅してしまうのも、ある種、運命みたいなところがあるからな。うまいこと絶滅せずにいてくれて、研究も進んでくれるといいわね。だとしたら、私たちは環境に気を使った生活を心がけることから始めないとな。6. クマムシが放射線に強い理由。本日6つ目に紹介するテーマは、クマムシが放射線に強い理由についてだ。クマムシ来たー、すごいわよね、マジで不死身の生物だわ。何しろ人間の致死量の1000倍もの放射線を浴びても死なない。極端な高温、低温の場所にも耐えるし、高圧、低圧、空気不足、また他にも脱水にも耐え、しまいには真空空間でも耐えてしまう。まさに不死身、最強の生き物クマムシだが、今回はどうして放射線に強いのか、という点について解説したいと思う。私、放射線に耐えられる生き物はクマムシしか知らないわよ。他にいないでしょ？有名どころで言えばサソリ、線虫、ああ、あとゴキブリだな。他にもいるが、数える程度しか確認されていないぜ。そんな指折り数えるくらいしか放射線に耐えられる生物がいない中で、どうしてクマムシが耐えられるのか。その秘密はクマムシが持ち、人間が持ち得ない遺伝子、DNA 修復遺伝子をクマムシは体内に有しているからなんだ。DNA 修復遺伝子？その名の通り、傷ついた DNA を修復してくれる遺伝子のことだ。このおかげでクマムシは放射能により DNA を破壊されたとしても、絶命する前に遺伝子を修復させて生き延びているんだ。なんですってー？このメカニズムは抗がん剤開発への応用が期待されていることでも有名だ。すごい発見に発展していってるじゃないの。また他にもクマムシが放射線で絶命しないのは、放射線を遮断する能力を有しているから、とも言われているんだ。DSAP と呼ばれるダメージ抑制タンパク質で全身を覆い、このおかげで放射能を遮断しているんだとか。2016年には日本の研究者がこのダメージ抑制タンパク質を人細胞に組み込んだことで、劇的に放射能耐性を高めることに成功しているそうだ。ついに人類は放射能さえも克服しようとしているのか。悪用されないことを祈るばかりね。まったくだ。核以上の武装がもしも出回るようになったら世界は終わりだぜ。頼むからこの技術は平和利用してほしいもんだ。平和利用する分には、応援できるしね。7. 赤ワインを飲むと頭が痛くなる理由。それじゃあ最後に赤ワインを飲むと頭が痛くなる理由について話そう。私は赤ワインは普段飲まないけど、霊夢はどうだ？いつか飲んでみたいと思ってるわ。だとしたら白ワインの方から始めた方がいいかもな。赤ワインは人にもよるが、飲むと頭が痛くなると言われているんだ。しかも、だ。これはどうも量の問題ではないらしい。量の問題じゃなかったとしたら、どうしてなの？ケルセチンという成分が関係しているそうなんだ。ケルセチンはポリフェノールの一種で、酸化や炎症を防ぎ、血圧を下げるなどの良い効果があるとされているんだが、ただ一つ、デメリットとしてアルコール代謝の邪魔をするという特性も持っているんだ。ってことは、他のお酒よりも残りやすいってこと？ということになるな。早い話、二日酔いになりやすいお酒なんだ。そして困ったことに、いわゆる上質なワインほどこのケルセチンが多く含まれていて、これがアルコールに反応して頭痛が起きる、というわけなんだよ。それだと、アルコールと一緒に飲まなければ、頭痛は起きにくいって話にならない？その通りだ。ケルセチン自体は太陽の光をよく浴びたブドウに多く含まれる。
しかしブドウを食べるだけだったら、よほど過剰に食べなければ頭が痛くなることはないはずだ。ただ、ワインとして飲むとなると話は変わってくる。なぜなら、アルコールが含まれているから、というわけだ。だからもしもワインをたしなみたいのなら、白から始めることをおすすめするぜ。せっかくだから、今晩飲もうよ。だったら飲み比べてみるか。いいね、そうしましょう。さて、今回は解明された世界の謎7000について解説したぜ。詳しく話したつもりだったけど、どうだった？いつもながらめっちゃ楽しめたわ。正直、今回紹介した解明された謎は多くの人に関係してくる謎もあった。都市伝説がこういう形で表舞台に影響するというのは、解説している側として、なんだか嬉しい気持ちになるぜ。まったくね、一つの謎が解明されるだけでいろんな人が笑顔になれるのは、やっぱり気持ちがいいわ。そういえば霊夢、じゃんけんに勝つ技の本は、どこで手に入れられるんだ？コミケで買ったのをもらったのよ。マリサも読む？ふむふむ。なるほど。某国民的アニメを第1回から欠かさずリアルタイムで記録し、その結果を同人誌にしたのか。結構統計も取っていて、傾向もなんとなくわかるのよ。なるほど。ただ、おっと、ここから先はネタバレだな。というわけで、今日の動画はここまで。おや、おや、おやあ。やった、グリマルキンを倒したわよ。霊夢、テンションマックスだな。何かいいことでもあったのか？ずっと苦戦してたモンスターをやっと倒したの。これでエクスカリバーを作りに行けるわ。なんだ FF か。そういえばあの聖剣、やっぱり本物だったらしいな。待って、今なんて？聖剣って現実に存在するの？ああ、どうやらそのようだな。ぜひ私のコレクションに加えたいわ。詳しく教えてちょうだい。では今回は、解明された世界の謎について解説しようと思うぜ。ゆっくりしていってね。1、岩に刺さった伝説の剣。一つ目に紹介するのは、岩に刺さった伝説の剣だ。長らく謎めいていたこの不思議な剣に関する新事実が判明したぜ。いやいや、岩に剣が刺せるわけないでしょ？それこそエクスカリバーバリの強大な力を秘めた神ランクの武器じゃないと。本当に神ランクかもしれないぜ。霊夢、聖剣エクスカリバーがどこから生み出されたのか知ってるか？知らないわ。FF 作者のオリジナルじゃないの？いや、ちゃんと元ネタがあるぞ。聖剣エクスカリバーが登場するのは、アーサー王物語だ。5世紀末に活躍した伝説のブリテン王、アーサーと円卓の騎士たちの活躍を書いた有名な騎士道物語だぜ。タイトルは聞いたことがあるわね。伝説ってことは、作り話なの？基本的には創作だが、アーサー王のモデルは5から6世紀にかけてブリテン、今でいうイギリスに実在した英雄と言われているぞ。12世紀に歴史書ブリタニア列王氏が一躍人気になったのをきっかけに、伝説上の王としてのアーサー王は国を超えて広まり、様々な作者によっていくつものアーサー王物語が作られたんだ。エクスカリバーはアーサー王が所有していたとされ、共に様々な困難を乗り越えていく聖剣だ。中でも、15歳のアーサーが岩に突き刺さった剣を引き抜いて王となるシーンは、物語随一とも言える超名シーンだぜ。その剣を石から引き抜けるのは真の王のみ。アーサーが剣を引き抜いたことは、彼が神から任命された正当なる王の証であり、引き抜かれた剣は、松明30本に匹敵するほどの輝きを放ったというぞ。なんて神々しい、まさしく真の王、降臨、って感じだわ。アーサー王の即位のエピソードはあくまで創作だと言われているが、実は聖剣エクスカリバーにもモデルになった剣が存在するぞ。それが、モンテシエピ礼拝堂にある岩に刺さった剣、ガルガーノの聖剣だ。モンテシエピ礼拝堂は、1185年にロマネスク様式によって建てられた美しい円形礼拝堂だぜ。おお、雰囲気あるわね。この礼拝堂の床には一部アクリルで覆われた箇所があり、そこを覗くと見えるのが、伝説のガルガーノの聖剣だ。漆黒の剣が、硬そうな岩に深く突き刺さった状態で展示されているぜ。すごい、本当に根元まで刺さってる。どうしてこうなったの？では、この剣にまつわる伝説の一つを紹介しよう。時は11世紀から12世紀に遡る。この剣を岩に打ち込んだとされるのは、ガルガーノ・グイドッチという男だ。シエナ地方の貴族の子息として生まれ、勇敢な騎士として伝えられているぞ。しかしこのガルガーノ、実は悪い連中とつるんで暴力三昧の生活を送っていたらしい。なんか思ってたのと違うわ。聖なる騎士が暴力って最低じゃないの。そんなガルガーノが、ある日馬に乗って家に帰ろうとしていたところ、うっかり落馬してしまったんだ。頭を強く打ったガルガーノは、大天使ミカエル様の声を聞く。ガルガーノよ、もう金も物も欲してはならぬ。物欲を捨てるのだ。すると、恐れ知らずのガルガーノはこう反発した。
いやいやそれは、岩に剣を突き立てるくらい無理な話だ。やってみよ。ガルガーノが岩に剣を突き立てようとしたところ、まるで岩がバターになったかのように簡単に刺さってしまったんだぜ。それ以来ガルガーノは神の言葉に従うことを決め、キリスト教に改宗した。そして婚約者を捨てて、隠者としての生活を始めたそうだ。その後、剣を突き立てた場所にモンテシエピ礼拝堂を建立し、この剣を十字架に見立てて祈りの日々を過ごしたんだ。その行いが称えられ、死後ローマ法王によって聖人に叙せられたという話だな。つまりこの剣には神の力が込められているのね。ちなみにこの伝説はあくまで一例で、いろんなパターンがあるんだ。ガルガーノも悪い奴だったり、ただの好奇で裕福な騎士だったりといろいろだな。結局どれが正しいのかしら？地元の伝承では、このようになっているぜ。ガルガーノという騎士が、大天使ミカエルから啓示を受け、トスカーナのモンテシエピに礼拝堂を建てようとした。その地で平和への祈りを捧げ、剣を地面に突き刺すと、剣は超自然的な力で岩の中へと吸い込まれ、塚は十字架の形を成して平和のシンボルになった。ガルガーノはその後隠者としてこの地で暮らし、死後聖人となり、剣を取り囲むように教会が建設されたと伝えられている。まあとにかく、ガルガーナが岩に剣を突き刺そうとしたら、大天使ミカエルの神の力で見事に刺さった。その後ガルガーナは全てを捨てて隠者になって、亡くなった後は聖人として称えられたってことね。ああ、そこは全ての伝説で共通しているな。人との関わりを避け、雑草などを口にする極端な生活は彼の体を蝕み、わずか32歳という若さで剣の隣に埋葬されたというぞ。なんというストイックな。また、この剣を盗もうとした者はその腕を落とされるという伝説もあるんだ。その証拠に、剣のそばには泥棒の手のミイラも残されている。野生の狼に食いちぎられたとか、神によって切り落とされたとか言われているぞ。怖。それにしてもなんだか、聞けば聞くほどファンタジーの世界な気がしてきたわ。実際に存在するって言うけど、本当は誰かが作った偽物なんじゃないの？ああ、そう思う人は多かったようだな。これまでこの剣のオブジェは、アーサー王伝説を模倣して、最近作られた偽物ではないかと考えられていた。しかし2001年、科学者のルイージ・ガルラシェリがこの剣を分析し、ガルガーノの聖剣が本物だと主張したんだ。一体何を根拠に言っているのかしら？彼はまず、剣と同じ場所に安置されている2つのミイラの手を放射性同位体分析によって分析した。これは物体に含まれている炭素を詳しく分析することで、その物体の年代を推定する方法だぜ。分析の結果、ミイラの手は西暦1100年から1200年頃のものであるということが判明した。ガルガーノがいたのは11から12世紀だから、時期的にはちゃんと合ってるわね。でももしかしたらミイラの手だけが、その時期のものなのかもしれないわよ。剣に関する情報も欲しいところだわ。もちろん、剣の分析もちゃんと行われたぜ。こちらの分析に使われたのは蛍光 X 線分析だ。これは物体に X 線を照射して発生する蛍光 X 線を測定し、その物体を構成する成分を調べる方法なんだ。この方法で剣を構成する金属の組成を分析し、その結果を同年代と特定されているトスカーナさんのブグ類と組成と比較したところ、見事に剣とブグの成分が一致したんだ。さらに剣の形状と型式についても、当時の型式と一致した。これらの結果から、ガルガーノの聖剣は、伝説の通り12世紀頃に製作された騎士用の剣であると判断されたぜ。ここまで証拠が揃っているなら、間違いなさそうね。岩をも突き通す聖剣が現実に存在していたなんて。実はそれなんだが、この剣、もともとは岩の裂け目に差し込まれていたらしいんだ。現在では盗難対策のために、岩と同じ色合いのセメントが割れ目に流し込まれているから、見た目上、完全に岩に埋まっているように見えているだけなんだ。じゃあ、ただ単にたまたま割れ目があったからそこに刺しただけってこと？まるで岩がバターになったかのように簡単に刺さってしまったって話はどこへ行ったの？そこはまあ、フィクションの可能性が高いだろうな。そんな。2、レオナルド・ダ・ヴィンチの母。二つ目に紹介するのは、とある超有名人物に関する事実だ。レオナルド・ダ・ヴィンチの真の母親が、とうとう判明したようだぞ。ダ・ヴィンチって、モナリザを描いたあのダ・ヴィンチ？ああ、イタリアが生んだルネサンスを代表する天才芸術家だぜ。まずはその一生をざっくり確認していくぞ。レオナルド・ダ・ヴィンチは、1452年にイタリアのフィレンツェから西に40キロほど離れたヴィンチ村で生まれた。幼い頃から絵や音楽や算数など、様々な分野で素晴らしい才能を見せ始め、村の人たちはレオナルドのことを天才に違いないと思っていたようだな。14歳になったレオナルドは、父ピエロの取り計らいで、
フィレンツェでトップクラスの芸術家ベロッキオに弟子入りすることになったぜ。いよいよ芸術家への道を歩み始めたのね。また、レオナルドは絵画や彫刻といった芸術のみならず、建築、自然科学、哲学など様々な分野で革新的な研究を行った。さらにそれぞれの分野で功績を残したことから、万能の人とも呼ばれている。そしてレオナルドがこれほどの偉業を成し遂げられたことには、彼の出自が深く関係しているんだぜ。ピンチ村に生まれたのは聞いたけど、何か秘密があるのかしら？では、いよいよ彼の誕生に迫っていくぜ。先ほど登場した父ピエロは、公証人だった。公証人は国の公務を担う法律の専門家であり、いわば法律の世界のエリートだと言える。そして当時の村のルールでは、公証人は世襲制となっていたんだ。じゃあレオナルドは、将来はエリート公証人ルートが約束されていたということよね。それなのにどうして芸術家になったの？ここで問題になるのが、レオナルドの母親なんだ。レオナルドは、ピエロの婚外子として生まれたんだぜ。要は不倫相手との間に生まれた子供？そういうことだな。法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子、いわゆる非嫡出子のレオナルドには、ピエロの後継ぎとして公証人になる資格がなかった。まだ年端のいかない14歳のレオナルドがフィレンツェに出てベロッキオの工房に入ったのは、婚外子というハンディを背負っていたからこそだったんだ。つまり、もしレオナルドが正当な奥さんとの間に生まれた子供だったら、偉大な芸術の巨匠は存在しなかったかもしれないのね。ああ、おそらくは村の公証人として、ただの絵のうまい物知りおじさんに終わっていたのだろうな。そして九段のレオナルドの母親については、これまでずっと謎のままだった。既存の書類から、レオナルドは、父親であるセルピエロ・ダ・ヴィンチに育てられたことはわかっていた。しかしピエロはレオナルドの母親とは結婚しておらず、母親についてわかっているのは、名がカテリーナだということだけだったんだ。わかっていないと余計に気になるものよね。では、レオナルドの母親に関する仮説の中から代表的なものを二つ挙げてみよう。一つは、奴隷説だ。例えば、2014年にイタリアの歴史家アンジェロ・パラティコ氏が、カテリーナはベネチアの商人がクリミアから連れてきて、フィレンツェの銀行家に売った中国人の家事奴隷だった。と主張して物議を醸している。また奴隷説の他の例として、北アフリカかトルコからの奴隷だった。と主張する学者もいるぞ。カテリーナという名前が当時の奴隷によくある名前であったことと、レオナルドの指紋に中東を起源とする人々と共通する特徴があるというのがその根拠だったようだ。他にはどんな説があるの？イタリアの故事説もあるぜ。この説を唱えたのは、オックスフォード大学美術史名誉教授であり、ダヴィンチ研究家のマーティン・ケンプ氏だ。彼がヴィンチ村とフィレンツェの保管文書を調べたところ、レオナルドが1452年4月15日に、孤児のカテリーナ・ディメオ・リッピの子として生まれたことを突き止めたそうだぞ。その当時、カテリーナは15歳だったらしい。15、一体なんでそんなことになったのよ？両親を亡くしたカテリーナと弟のパーポは、祖母と共に村の郊外にある廃屋になった農家で暮らしていたという。おそらくピエロは何かしらの理由で、フィレンツェに向かう途中でこの農家を通りかかり、理由あって滞在することになった。そしてその間にカテリーナと、ま、そういうことだ。結果として彼女は妊娠し、それを知ったピエロの家族がカテリーナに持参金を渡して、別の男性に嫁がせたという説だ。しかし2023年、この説を覆すさらなる事実が判明したんだ。やはりレオナルドの母親は奴隷だったようだぞ。名前や指紋以外にも何か根拠が見つかったのかしら？この事実を発見したのはナポリ東洋大学のイタリア文学専門家であるカルロ・ベッチェ氏だ。2023年、ベッチェ氏はフィレンツェ国立公文書館から、レオナルドの母親の出自を明らかにする約600年前の文書が発見されたと発表したぞ。公文書の内容なら、かなり信憑性がありそうね。彼の主張によると、カテリーナは10代の頃にカフカス山脈から連れてこられたチェルケス人奴隷で、コンスタンチノープルやベネチアで何度か売られた後、フィレンツェに来たとのことだ。この主張の根拠は、フィレンツェ市の公文書館に保管されている、1452年11月2日に書かれた文書だという。1452年はまさにレオナルドが誕生した年であり、この文書は生まれた約半年後に書かれたものとなるぜ。時期的にぴったり一致しているのね。文書の内容はどんなものだったの？ピエロがカテリーナの奴隷の身分解放を求めて公証人証書を書き残していたという、署名と記録があったそうだ。そこで、カテリーナ奴隷説が有力な味方として裏付けられることになったぞ。またセルピエロはその後、アルビエラ・アマドリという女性と正式に結婚し、彼女が1464年に亡くなった後にも結婚を繰り返している。
4人の女性と結婚し、総勢16人の子供がいたそうだぜ。それはお盛んなことで、実はベッチェ氏自身は、こうしたカテリーナの奴隷説や孤児説にはかなり抵抗があり、どうにか反証したいと思っていたという。そこでフィレンツェ国立公文書館での古文書の調査をしていたら、ピエロ自身の手による未公開交渉人証書を発見した。しかしその内容は、ベダチェ氏の予想に真っ向から反するものだったんだ。カテリーナが奴隷だったという記録が残されていたのね。ああ、そうだ。ベッチェ氏は、文書に登場するカテリーナが、レオナルドの母親でないことを証明するために数ヶ月を費やしたが、結局全ての事実がその方向に進み、カテリーナ奴隷説を肯定せざるを得なかったんだぜ。証書に残されていたら否定のしようがないわね。奴隷は主人の私有財産だったが、当時の社会では妊娠させると厳しい罰則が課せられた。カテリーナに関する文書を読んでみると、かなりミスが目立ち、当時のピエロがかなり狼狽していた様子が伺えるというぞ。自分が罰を受けるんじゃないかってビクビクしてたんでしょうね。初めに聞いた時はレオナルドに芸術家になるきっかけを与えた良き父親だと思ったけど、不遇な一生を送ったカテリーナがかわいそうでならないわ。そんな霊夢に朗報だ。レオナルドとカテリーナは、最後に再会できたようなんだぜ。え、本当？どうしてそんなことがわかるの？それを証明するのは、レオナルドが書き残したノートだ。1493年にカテリーナ・クルと書き残されていて、おそらく母親のことだろうと推測されているんだ。名前が書き残されているなら、多分間違いないわね。また、あるノートのページには、カテリーナという名前の上に、碧玉の指輪と星形の石と書いてあるらしいぞ。きっと、母親へのプレゼントとしてアクセサリーを渡したのね。今となっては確かめようがないが、そう考えると救われる気がするよな。3. ファラオの呪い。次に紹介するのは、ファラオの呪いだ。何人もの人の命を奪ったこの呪いの正体が、いよいよ解き明かされたかもしれないぜ。ではまずは、ファラオの呪いの噂についてざっと説明するぜ。ツタンカーメン王は紀元前1332年頃、異端の王として大衆から疎まれた父アクエンアテンに代わって、わずか8歳か9歳という年齢で即位し、19歳で亡くなったとされるファラオだ。1992年、エジプトの悲劇の王ツタンカーメンの墓がルクソール近郊にある王家の谷で見つかった。この歴史的異様に携わった中心人物が、イギリス貴族のカーナボン伯爵と、考古学者のカーター氏だ。彼らの発掘作業は順調とは言えなかったが、5年間にわたる作業を経て、ついに報われる時が来る。カーターが王墓に続く階段を発見し、2日後には王墓の入り口に到達したそうだ。ほとんどのエジプトの墓が墓泥棒に荒らされている中、ツタンカーメン王の墓だけは違った。古代から手つかずのままで副葬品が大量に残され、完全な形で保存されていたという。これは20世紀最大の考古学的発見と呼ばれ、世間を沸かせることになったぞ。何千年もの間、誰にも壊されずにずっと存在し続けるなんて、きっと何か神秘的な力で守られていたのね。ところがこの日を境に、不吉な出来事が連続する。最初の犠牲者は、カーナボン伯爵だった。至って元気だった伯爵が、発見の翌年に突然高熱で倒れて昏睡状態になり、ほどなく亡くなった。しかし不幸はその後も続いたんだ。その後時を置かず、カーターの助手2人が相次いで亡くなり、さらに王墓を訪ねた人間のうち2名が高熱を出して死亡。彼らはファラオの呪いの餌食になった、と人々は恐怖におののいたんだ。5人も亡くなったのなら呪われたとしか考えられないわよ。犠牲者はここで止まったの？いやそれがまだ続いたんだぜ。関わった技術者や医師、さらにカーナボンの未亡人までもが亡くなり、結果的に墓の発掘以降、22人もの関係者が命を落とす結果になったぜ。大変じゃない、早くお祓いしないと次なる犠牲者が出ちゃうわ。安心してくれ。ファラオの呪いはあくまででっち上げの噂だということはすでに確定しているぞ。え、そうなの？ああ、どうやら墳墓の中への取材を断られた新聞社が、センセーショナルに書き立てたらしい。そもそも、もし呪われるとしたら、発掘作業の中心となったカーター氏のはずだろ？カーター氏はその後も充実した生活を過ごして、64歳まで生きたんだぜ。でも、それだけの人が相次いで亡くなったのは事実なんでしょ？お墓を暴かれた王の怒りに触れたのよ。呪いかどうかはさておき、確かに関係者が立て続けに亡くなってしまう点は、気になるところではあるよな。そしてこの長年の謎が、ついに解き明かされたかもしれないぜ。呪いの正体がわかったの？謎を解く鍵となったのは、ロスフェローズ氏の研究結果だ。その内容は、エジプトで活動する考古学者の死因として放射線が要因と思われる病。具体的には免疫力低下が起因する病気、
白血病や癌等がヨーロッパの平均と比較して10倍以上だったというものだぜ。調査の後で亡くなった人たちはみんな放射線にやられちゃったってこと？その通りだ。エジプトの墳墓の中には危険な放射性有害元素を含む物質が存在していたとされる。即座に人体に影響が出るレベルではないが、十分な時間と被曝があれば人間の健康に大きなダメージを与える可能性があるそうだ。ツタンカーメン王の墓の中で発掘のために働いていた人々は長期にわたって大量の放射線を浴びたせいで体調不良を引き起こしたと考えられるぜ。その放射線はどこからやってきたのかしら？自然界には放射線が存在し、世界中で程度の差はあれど放射線は検出されている。ただ、古代エジプトの高貴な人物の墓では、異常に高い放射線量が報告されているそうなんだ。一説には墓を構成する岩盤が関係していると言われているが、もしかしたら他の原因があるかもしれないな。他って例えば？古代エジプトでは大声の捧げ物として、放射性物質を詰め込んだんじゃないか、というものだ。なんでそんなに物騒なものを詰め込むのよ。墓を守るのが、冥界の王、オシリス神だからだよ。オシリスはこの捧げ物を吸収し、自らの力へと変えるという言い伝えがあるという。ある研究によると、古代エジプトではウランが採掘され、それを原料とした粉末が、色素、薬、毒、儀式用アイテムとして使われていたと推測されるそうだぜ。ウラン入りの捧げ物がお墓に大量に残っていたとしたら、危険すぎる。王墓、王家の墓が作られた数千年の間に、そのほとんどは盗掘されている。おそらく他の墓では危険な捧げ物が運び出されていたため、放射線量は大幅に減少して、人体に無害なレベルとなったんだろう。最初に洞窟に入ったものは大量の放射線を浴びた結果、放射線を起因とする病や癌を発症して亡くなったのかもしれない。でも、ツタンカーメンの墓は完全に無傷のまま残されていた。ということは、放射性物質もそのまま？ああ、残されていたと考えられる。カーターさんが無事だったのは不思議だけど、たまたま危ない場所に行かなかったのかもね。ああ、そうかもしれないな。4. カリブ海に眠る船。最後に紹介するのは、カリブ海に眠る船だ。カリブ海にあった沈没船の正体がいよいよ明らかになったんだぜ。謎の沈没船ってミステリーの宝庫よね。楽しみだわ。一説によると、世界の海には300万を超える沈没船が眠っていると言われている。今回の調査のターゲットは、カウイタ国立公園沖に眠る2隻の沈没船遺跡だ。地元民の間では海賊船ではないかと言われていたが、その正体は謎のままだったんだ。早速、順を追って説明しよう。調査の手段は、スタッフ自ら潜水してデータを取るというものだった。2隻の船はそれぞれ別の場所に沈んでいて、2地点は、それぞれキャノンサイト、ブリックサイトと呼ばれている。キャノンサイトは大砲遺跡という意味で、船が沈んでいるのは水深3から5メートルの地点だ。ブリックサイトはレンガ遺跡という意味で、船は11から14メートルの地点にあるぞ。あら、思ったよりは浅いのね。てっきり海底2万マイルくらいのところかと思ったわ。ブリックサイトの海底には積み荷と思われるレンガが散乱しており、壊れた大砲が2つ確認されていた。そこから海岸線沿いに西へ800メートルほど行ったところに、キャノンサイトがある。こちらでは、少なくとも14個の大砲が散乱しているのを確認できたというぞ。水深の浅いキャノンサイトは近づくことができなかったので、水深が深く、波も穏やかなブリックサイトの作業に集中することになった。日本人考古学者の山船氏は、これまでのたくさんの調査で得た経験と感覚をフル活用して泳ぎ回り、遺跡全体のフォトグラメトリ用の写真を撮ることに成功したぞ。フォトグラメトリ？フォトグラメトリは、山船氏が駆使する最新技術だぜ。何千枚もの水中写真から調査現場の 3D モデルを作成する手法で、業界内でも高い評価を受けている。そして完成したブリックサイトのデジタル 3D モデルは、驚くべき結果を示していた。それらのレンガが、積み荷として船に積まれていた当時の状態のまま沈んでいるとわかったんだ。さらにこのレンガの壁のおかげで船体が船に押し込まれていたため、微生物が生きていけない環境になるから、船の劣化が抑えられていたぜ。きっとポセイドンのご加護だわね。では、いよいよ沈没船の正体に迫っていくぞ。デンマークに残っている歴史記録に、ある2隻の奴隷船が登場する。その名は、クリスチャニス・クインタス号とフレデリカス・クインタス号という。山船氏は、ブリックサイトとキャノンサイトに沈んでいる船はこの2隻だという仮説を立てていた。記録によるとこれらの2隻の船には、それぞれ24門の大砲が積まれているはずだったんだ。確かブリックサイトで見つかった大砲は2門で、キャノンサイトの方は14門だったわよね。
沈没船遺跡と記録では数が合わないわ。以前にカウイータで調査していたアメリカ人水中考古学者の間では、この2カ所にある沈没船は、元は1隻の小型帆船だったと考えられていた。沈没の際に甲板が崩壊して、船底部だけがブリックサイトに残り、甲板より上部は今のキャノンサイトまで流されて沈んだのではないかというんだ。なるほど、確かにその可能性はありそうね。いや、そんなことはありえないんだぜ。木造船は船のフレーム、つまり骨組みがあばら骨のように船全体の形を作っている。そのため、船体が左右に縦に割れることはあっても、下部と上部の間に亀裂が入ってバラバラになるということは、ほとんど起きないんだ。割れるとしたら、骨の切れ目があるど真ん中で真っ二つってことね。また、船は船体内部が空洞になっていることにより、中の空気と外の水の重量の違いが発生し浮力となる。この浮力を利用して、大砲や積み荷などの重たいものを輸送するわけだ。ではもし船が上下に割れ、船体上部だけになったらどうなるだろう？上部だけってことは、いかだが浮いてるようなものでしょ？空洞がないから浮力も作れなくて、重いものを運ぶことはできなくなると思うわ。その通りだぜ。重い大砲を14門も乗せたまま800メートルも移動することなどできず、その場ですぐに沈むだろう。つまりカウイータ湾の2カ所の遺跡は、紛れもなく2隻の船だということだぜ。じゃあどうして、大砲の数が資料に記されている数よりも少ないのかしら？おそらく、海底に沈んだ大砲が何者かによって引き上げられたからだろう。当時の人々にとって、ヨーロッパから新世界に運ばれた積み荷は大変貴重だったからな。二隻の船が沈没してから数週間以内には、沈没船内に残された積み荷を狙った。他のヨーロッパ諸国の帆船によって、引き上げ作業が行われたはずだぜ。ちょっと待って、大砲ってかなり重たいわよね？ああ、一門の重量は優に1トンを超えるだろうな。そんなものを海の底から引き上げることなんてできる？人が潜って持ち上げるのは論外だし、甲板からロープで持ち上げるのも無理だと思うわ。いい着眼点だな。確かに無理難題に思えるが、山船氏はそれを可能にする方法を見つけ出したんだぜ。本当？一体どうやるの？帆船には、砲かけるためのヤードと呼ばれる棒がある。船員たちはヤードの先に滑車を取り付けて簡易版クレーンを作り、全員で体重をかけて引き上げたんだ。ただ、これには一つ問題がある。海底の大砲の引き上げ作業が行える西洋帆船はある程度の大きさがあるから、浅瀬には近づけない。では、そのことを考慮して、今回の二つの沈没船遺跡の状況を見てみよう。まずはブリックサイトだ。ブリックサイトは水深が10メートル以上ある方ね。そして大砲はほとんど残っていなかったわ。水深が10メートルあれば、当時の帆船でも十分近づけたはずだ。おそらくブリックサイトからはほぼ全ての大砲が持ち去られたのだろう。キャノンサイトの方は水深5メートルもない場所だから、大きい船は入れないわね。海底に残された14門の大砲は、全てが浅い場所から見つかっている。言い換えれば、水深5メートルより深い場所にあった大砲は全て引き上げられ、持ち去られてしまったということになるぞ。すごいわ、これで海底にある大砲の数が少ないという謎の説明がついたわね。しかし実はこの沈没船遺跡の謎は、もう一つあるんだ。キャノンサイトから、50メートル離れたところに残されていた全長 1.5 メートルの碇の謎だぜ。碇は船のブレーキみたいなものだから、普通に考えれば船が止まる場所に下ろすはずだ。しかし碇が見つかった地点の水深は2メートルしかなかった。船がこの地点まで移行すると水深が浅すぎて座礁の危険性がある。つまり、船の誰かがわざわざ小型船に乗って碇を運んで下ろしたことになるぞ。一体何のために重たい碇を運んでいったのか謎だわ。もちろん山船氏は、この謎にも解決策を見つけ出しているんだぜ。もはや沈没船探偵ね、ぜひ聞かせてほしいわ。船をつなぎ止めておくときには、その場にしっかりと止めておくために2本の碇を使うことが多い。船の船首の右側と左側からそれぞれの方向に碇を下ろし、碇のケーブルを巻き上げてピンと張れば、2本の碇の中央地点に船を停泊させることができるからな。そっか、一箇所でしか支えてないとグラグラ揺れちゃうものね。しかし今回、碇は1本しか見つかっていない。一体なぜだろうか？その理由を解く鍵は、奴隷船の一隻であるクリスチャニス・クインタス号の記述にあった。船員たちを降ろした後で、碇ケーブルを切断して座礁させたと書かれていたんだ。座礁させた？どういうこと？横取りを避けるため、デンマーク人船員たちは、二隻をわざわざ破壊してからその場を離れたんだろう。そのために、沖の方向に闘病している碇のケーブルを切断したんだぜ。そうすればコンパスのように、浅瀬に残った碇を中心に船がぐるっと回り、船は座礁してバラバラになる。
つまり不自然に岸に近い浅瀬に降ろされた怒りは、船を意図的に座礁させるためだと考えられるぞ。クリスチャニスクインタス号の歴史記述と完全に一致するわね。その後、引き上げたレンガをデンマークの研究機関に送って調べたところ、調査から半年後の2020年の春頃に、レンガの化学分析の結果が届いたぜ。ドキドキ、レンガは紛れもなくデンマーク製だった。これで正式にカウイータ湾の2隻の沈没船は1710年に沈んだデンマークの奴隷船、クリスチャニスクインタス号と、フレデリカスクインタス号だと証明されたんだ。長年、海賊船だと言われていた2隻の正体が、300年以上の時を経て解明されたんだぜ。やっと本当の自分を知ってもらえて、沈没船も一安心ね。さて、今回は解明された世界の謎4船について紹介したけど、どうだった？神様に呪いに沈没船にダメ男。気になる要素が満載だったわ。謎が謎のままっていうのも確かに魅力的だけど、やっぱり解明されるとスッキリするわね。今後いろいろな謎について研究が進んでいけば、続々と新事実が判明するだろう。面白い謎の真実が分かり次第、どんどんお伝えしていこうと思うぜ。みんな、お楽しみにね。というわけで、今日の動画はここまで。霊夢、放送時刻直前まで寝るなんてひどいぞ。ねえマリサ、最近のミステリーって範囲が広いと思わない？古代から最新科学まで幅広いから、いつの時代の発見なのかを調べないと分かりづらくて。それで寝不足なの、コクン。やれやれ、せっかく今日は古代の遺跡やユーマ、年収アップに効果がある、とっておきのミステリーを紹介しようと思ったのに。教えて、その年収アップ、失せ間違いなしのミステリーを。うわぁ、血走った目で迫るなぁ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、プラトンの埋葬場所。最初に紹介するのは、プラトンの埋葬場所についてだぜ。霊夢、さすがにプラトンの名前くらいは知ってるよな？そりゃ知ってるわよ。なんたって世界三大哲学者って言われてるんでしょ？そうだ。ちなみに世界三大哲学者はプラトンの他は、ソクラテス、アリストテレスだぜ。で、今回紹介したいのはプラトンの埋葬場所についてなんだ。今までわかっていなかったの？どうやらそうらしいんだ。そんなことってあり得るの？だって当時からかなりの有名人だったんでしょ。なのにどうして埋葬場所が明らかになっていないわけ？確かに霊夢の言う通り、プラトンは生前の時代から哲学者として非常に有名な存在だった。少しだけ彼がどんな人生を送ったかを解説しよう。オッケー。彼は哲学者ソクラテスを支持し、ソクラテスの下で哲学や対話術を学んだとされているんだ。プラトンを代表する著作は、ソクラテスの弁明、教演、パイドンなどなどで、数多く執筆を行っていたそうだ。ふんふん。そうした執筆活動の最中、現在のギリシャの首都、アテネ郊外、アカデメイアという地にプラトンは学園を開いたんだ。ちなみにアカデメイアは、アカデミアということもあるんだとか。ひょっとして、英語のアカデミーの語源って、ここから来ているの？だと言われているぜ。で、プラトンは80歳で亡くなるんだが、晩年まで著述と、アカデミアの学園にて教育に尽力していたそうなんだ。学園で教えたのは哲学だけではなく、幾何学や天文学なども教えていたらしい。余談だが彼が60歳の時に、当時17歳だったアリストテレスが入学してきたんだ。そしてプラトンが亡くなるまでの約20年間、アリストテレスはプラトンの弟子として、共に思想哲学にふけっていたそうなんだぜ。世界三大哲学者最後の人物がプラトンと出会ったのは、随分後の方なのね。とはいえ、プラトンと約20年間も一緒に過ごすことができたっていうのは、何者にも代え難い貴重な財産になったことは言うまでもないんでしょうけれど。ちなみにプラトンはいつ亡くなったと言われているの？紀元前347年頃だと言われている。今から約2300年ほど前の話だな。そんなに大昔の話だったら、記録が飛び飛びになっている可能性は十分あるわね。でもやっぱり、当時学園まで建設した人の埋葬場所が全くわからないってのには、ちょっと納得がいかないわね。今から話す内容を聞いたら、きっと納得してくれると思うぜ。そんな話があるの？どうしてプラトンの亡くなった場所、埋葬された場所が謎に包まれていたのか。その理由は、現在のイタリア、カントニア州ナポリ近郊にある火山、ベスビオ火山の存在が大きく関係しているんだ。か、火山が関係しているの？しかもギリシャじゃなくて、イタリア？どういうこと？順番に解説していこう。まず最初に話したいのは、西暦79年に起きたベスビオ火山の噴火についてだ。この噴火は付近の都市に大変な打撃を与えていたと言われていて、火砕流と土石流がナポリ近郊のポンペイ市を襲ったそうなんだ。マジで？
だとしたら、ポンペイ氏は滅亡の危機に瀕したんじゃないの？危機に瀕したどころの話じゃない。火山灰が日夜降り注ぎ、町は溶岩で埋め尽くされ、ポンペイ氏は一昼夜で滅んでしまった。やっぱり、その後、滅亡したポンペイ氏に再び人の足が踏み入れられたのは、18世紀以降の話で、約1700年間もの間は、忘れられた古代都市と化していたんだよ。現在ではポンペイ遺跡として世界遺産にも登録されていて、観光客が往来しているわけなんだが、まるで2000年前の時代にタイムスリップしたかのような気分を味わえるぜ。話を聞いてるこの時点で、すでに味わいかけているわ。そしてポンペイ氏と一緒に火山流に飲み込まれた町、ヘルクラネウムという場所から、古代ギリシャ語で書かれたパピルス写本が発見されているんだ。この写本自体は1792年の時にすでに回収されていたそうなんだが、どれも黒焦げになってしまっていて、とてもじゃないが読むことができなかったんだよ。記録自体は1792年に見つかっていたなんて、でも火山流に巻き込まれたんだったら、黒焦げどころか、完全に消失してしまっててもおかしくないのに、そう考えるとよくぞ形ある状態で残ってくれたわね。まさに奇跡的な話だよな。そしてこの黒焦げたパピルス写本が、昨今の最新技術を用いて解読することに成功したんだ。おお、ついに。っていうか、よく丸焦げの写本の内容を解読することができたわね。まったくもってすごいよな。光干渉断層法という手法を用いたそうなんだが、これは赤外線、紫外線光学画像、熱画像、デジタル顕微鏡などを駆使して行われた今回の解読は、グリークスクールズ解読プロジェクトと呼ばれていて、アカデミーの歴史と呼ばれる巻物に書かれている内容の全体に対して、30% ほどの解読に成功したとされているんだぜ。単語にして、約1000語以上にも上るんだとか。丸焦げの写本の約 30% って言ったら、とんでもない復元率ね。最新技術の凄さを目の当たりにするような思いだわ。で、そこにはなんて書かれてあったの？プラトンの正確な埋葬場所を記録していたのは、古代ギリシャの哲学者、ピロデモスの著作、アカデミーの歴史の中に記されていた。ピロデモス曰く、ギリシャの首都、アテネにある学園、アカデメイアの中にプラトン専用の個人庭園があるそうなんだが、そこに彼の遺体は埋葬されているそうなんだ。うや？あ、結局アテネの学園内に埋葬されてたってこと？てっきり写本がイタリアで発見されてるもんだから、イタリアのどこかで最後を迎えたのかと思ったんだけど、そういうわけじゃなかったのね。違うんだなぁ、これが。どうしてギリシャにいるはずのプラトンの遺体の秘密が、イタリアの滅びた古代都市の中にあるのか、という霊夢の疑問は妥当だ。しかしそこにはちゃんとした理由があるのさ。まあ、理由といっても、そんなとんでもない理由ではないんだが。とにかくその秘密の鍵を握るのが、アカデミーの歴史の著者、哲学者、ピロデモスなんだ。ピロさんがどうしたの？哲学者、ピロデモスは、アテネのアカデメイアで哲学を学んだ後、イタリアに移住したことで知られている人物なんだ。加えて、プラトンが設立したアカデメイア学園は、現在では跡形もなくなっている状態だからな。アカデメイアって現存してないの？してたら絶対世界遺産に登録されてるのに。確かにアカデメイア学園はプラトンの死後、数百年の間は歴史を紡いでいたそうだが、西暦529年にキリスト教の学校が、一律閉鎖する法律が定められたんだ。つまり、その日以降、アカデメイアは誰も入ることのできない場所となってしまったってわけなんだよ。ということは、事実上、ピロさんの著作が当時を物語る数少ない記録ってことなのね。とはいえ、今までも学者仲間の間では、プラトンはアカデメイアのどこかに埋葬されているんじゃないか？という憶測は立てていたそうなんだけどな。まあ、話を聞いてる限り、アカデメイア学園じゃないにしても、ギリシャ国内に埋葬されていると考えるのが妥当よね。今回の写本解読によって、憶測が事実になったってわけなのね。ちなみに、どんな最後を迎えたとか、そういうことは書かれてなかったの？書かれていた。ピロデモス曰く、プラトンは晩年、高熱で苦しんでいたそうで、気を休ませるためにフルートを演奏する音楽家を自宅に招いていたそうなんだ。しかし、その音楽家が異国の人間だったらしく、聞き慣れない音楽を聞かされて、リズム感がないように思えたプラトンは、その音楽家に腹を立てていたと記されているそうだ。なかなか、しんどい最後を迎えたのね。死に際にそんな目に遭うなんて。なんだか、プラトンが残した功績を思うと、かなりかわいそうな最後を迎えたみたいだぜ。来世で幸せになってることを願うばかりね。まずはプラトンのお墓にちゃんと遺骨を埋葬するところから始めないとね。それは現実的に考えて厳しいだろうな。どうして？アカデメイアはすでに存在しない。アカデミーの歴史の解読によって、
プラトンが亡くなった場所は正確になったものの、遺骨を回収するのはかなり大変だと言われているぜ。そうなの？偶然出土する可能性は否定できないが、探そうとしたらかなりの労力が必要になる。しばらくの間は、プラトンの遺骨をこの目で見ることは厳しいだろうぜ。じゃあ、やっぱり偶然に期待するしかないってことなのね。私たちの運が良ければ、きっと生きている間に拝めるはずさ。ぜひそうあってほしいものね。2. メテペックモンスター。本日二つ目に紹介するテーマは、メテペックモンスターについてだぜ。霊夢はこのモンスターについて何か知っているか？いいえ、何も知らないわ。なんだったら名前すら初めて聞いたくらいよ。この話は霊夢の好みにドンピシャだと思うぜ。メテペックモンスターは、アメリカ、メキシコ州にて発見された、エイリアンのような見た目をした生物のことなんだ。へ？見た目がエイリアン、の姿をした生物が発見されたの。噂話とかじゃなくて、しっかりと発見されたんだ。本当に見た目だけなら、映画に出てくるエイリアンそっくりのようにも見える。そんなにそっくりな生物がこの世にいるなんて。小型宇宙人ユーマとも呼ばれているこの生物は、2007年にメキシコ、メテペック郊外の農場主が捕獲したと言われている。まあ、捕獲といってもネズミ捕りに挟まっているところを見つけただけなんだがな。そりゃあね、逃げ出した猫を捕まえるのとはわけが違うでしょうからね。発見した農場主はマリオという男性だ。マリオ氏がメテペックモンスターを発見した時は、まだ息があったらしいが、その後すぐに殺処分されたらしい。しかしそれでもメテペックモンスターは世界中のメディアを沸かせた存在となったんだ。余談だが、メテペックモンスターと呼ばれるようになったゆえんは、メキシコ、メテペック郊外の農場で発見されたから、そう呼ばれているそうだ。あるある話ね。で、その正体が今回判明したんでしょ。一体どこの星からやってきた宇宙人だったの？そこまで結論を急ぐのなら、教えてやろう。メテペックモンスター、その正体は、ゴクリ、猿だったそうだ。は？猿だ。え？比べてみるとよくわかるぜ。メテペックモンスターの顔と、リスザルの頭蓋骨がほぼ一致しているんだとか。でも、似ているだけだったら、証拠にはならないんじゃ。2010年に、農場主の甥が証言したんだよ。自分がエイリアンの赤ちゃんの体を作った。嘘でしょ。ほんとだ。ご丁寧に作り方まで教えてくれたぜ。小型の猿と他の動物と結合させた、と。それはそれで倫理的に大丈夫、ってなるわよ。ああ、それは大丈夫。別にこのメテペックモンスターを作るために、わざわざ猿を一匹調達したわけじゃないからな。どうやら2006年か2007年に農場主の甥っ子、ウルソル氏が動物園で働いていたそうなんだが、その時に剥製用の猿をもらったんだそうだ。そしてその猿を生きているように見せたくなり、加工した上でネズミ捕りに挟んだんだとか。うん？っていうことは、発見された当時はすでに死んでるってことよね？剥製用で渡された猿だからな。生きてるわけがないよな。ってなると、マリオさんの言い分もおかしくならない？おいっ子と二人で近所の人を驚かせてやろうと思ったんだろうな。実際、完成度は素人が作ったにしては高い方だと思うし、見た目だけでいいなら、100点満点を上げてもいいくらいの完成度だ。多分、子供や何も知らない大人ならすぐに騙せるくらいの出来栄えだと思うぜ。やっぱりそういうことだったのね。いたずら心が出てきちゃったわけね。ただ少し調子に乗りすぎた。メテペックモンスターの人気ぶりは、おそらくマリオ氏、ウルソル氏両名の予想を大きく超えてしまったんだろうな。テレビで取り上げられるわ、UFO 専門家と話をするわ。挙句の果てには、ウルソル氏は自身をエンジェル・パラシオス・ヌネス、という名の獣医助手であるとして、獣医助手の観点から見ても、メテペックモンスターは、この世のどの生物にも該当しない、などという意見を述べているそうなんだ。それって、自作自演なんじゃないの？全くもってその通りだ。しかも彼はその後、メテペックモンスター、元イキティモンキーの剥製を、メテペックモンスターだと偽って売っているんだ。金額は30万メキシコペソ。日本円にして201万円に相当するそうだ。おお、そんなことまでしちゃったの？ここまで来ると、ただのいたずらでは済まない。実際にお金が動いているとなれば、これは劣気とした詐欺だ。ウルソルさんとか、マリオさんはどうなっちゃったの？別段逮捕された云々という話はないみたいだ。そもそもメテペックモンスターとして売ったつもりはないと自己弁護し、詐欺罪には該当しないと主張しているんだとか。その言い分が通用するの？今のところ逮捕されてないところを見ると、通用しているみたいだな。ウルソル氏の方は、自分の作品が世界中の注目を集め、科学的調査が行われる姿は愉快だった。と話していたんだとか。
なんてイグサなの、ホクソ M 姿が目に浮かぶようだわ。ただ、ここまで話がはっきりしていてなお、2014年に日本のテレビ番組が未確認生物の死体として紹介しているんだ。2014年って言ったら、メテペックモンスターの正体が判明した4年後ってことになるんじゃないの？正体が判明したのが2010年だからな。ただテレビ局としての意向は、未確認生物が存在していてほしいという願望があったのではないかと思われる。実際、メテペックモンスターの話が予想以上に膨れ上がったのも、そういう願望におひれがついて、ここまで話が肥大化してしまったんじゃないかな。ものすごく気持ちはわかるわ。わかるけど、話の盛りすぎはいけないわ。その辺に関しては、教訓にしたいな。3. アルナスラ巨石。次に紹介するのは、アルナスラ巨石についてだ。アル、ナス巨石？聞いたことない名前ね。アルナスラ巨石な。名前こそ聞いたことないかもしれないが、多分霊夢も聞いたことはあると思うぜ。自然の彫刻とも呼ばれるそれは、サウジアラビアに存在する大きな岩だ。アルナスラ巨石の最大の特徴は、まるでレーザー光線でぶった切ったかのように、正確に真ん中部分で割れていて、また二つになった岩の足の部分がわずかなのにもかかわらず、倒れることもなく、絶妙なバランスを保っている巨石のことなんだ。ああ、聞いたことあるある。この巨石なんだが、約4000年前に切断されたものだそうで、一時期は、当時の人々は現代のレーザー技術のようなロストテクノロジーを保有していたのでは？などという憶測も飛び交ったんだ。そりゃ、普通はそう思うでしょうね。岩が真っ二つに切断されているだけじゃなくて、絶妙なバランスを保有しているともなれば、人工的に作られた可能性だって十分にあり得るし、しかもこの巨石には、実際に当時、高度な文明が存在していたのではないか？と伺えるような石碑も残されている。その石碑こそ、真っ二つに切断された巨石、アルナスラ巨石に刻まれた文字と絵だ。アルナスラ巨石に石碑が刻まれているの？書かれているのは、馬のような動物と、古代文字が少し。しかしながらこれがどういう意味を持つもので、古代文字に関しては解読を試みてはいるものの、現段階ではまだ解明には至っていないんだ。そういう話になってくると、ロストテクノロジーが存在していたのかもしれないわね。それに加えて不可思議な切断面の登場だ。当時の技術ではまずありえない切り口で、地質学的な謎とされてきたんだが、今回、この切断方法が判明したかもしれない、というニュースが飛び込んできた。ロストテクノロジーが判明したの？今回のニュースでは、この切断面を作ったのはロストテクノロジーどころか、人の手によるものではないという見解だ。どういうこと？人の手によるものじゃないとしたら、一体誰の手によるものだっていうの？自然現象さ。自然の力でこんな切断面ができるなんて。この仮説を立てたのはイギリスのブリストル大学の地質学者、ジェリー・ルイス氏だ。ルイス氏は、アルナスラ巨石を真っ二つに切断したのは、凍結融解作用によるものではないか？という風に見ているそうなんだ。何？その凍結、なんとか作用っていうのは？凍結融解作用。これは例えばコンクリートのような硬いものであっても、水分が凍結と融解を繰り返すことで、コンクリート内部に水分が浸食していく現象だ。この状態を放置してしまうと、コンクリート内部で凍結と融解を繰り返すことになり、コンクリートは徐々に劣化してしまうんだ。この作用が岩のような硬いもので作用すると、ひびが少しずつ広がっていき、最終的には岩を切断するほどの力を持つそうなんだ。とはいえ、この現象が実現するには途方もない時間が必要であり、何千年何万年と、凍結、融解を繰り返す必要がある。なるほど。そういう可能性があるってことなのね。確かに、人の手によるものでないとしたら、こんなにも見事な切断面は、大自然が時間をかけて作り上げたもの、と考えて叱るべきでしょうね。今回、新たな仮説が立てられたことで、解明に一歩近づいたってことね。そういうことだぜ。ぜひ、これからはっきりとさせてほしいもんだぜ。研究者の人たちには頑張ってほしいわ。4. ツタンカーメンの鉄拳。霊夢、ツタンカーメンは知ってるよな？もちろんよ、私を誰だと思ってるの。じゃあ、ツタンカーメンの鉄拳は知ってるか？何それ、気になるわ。古代エジプト第18王朝のファラオにして、最年少のファラオ、ツタンカーメン。古代エジプト文明のファラオの中で、最も有名な人物でもあるツタンカーメンには、数々の都市伝説が存在しているんだ。ツタンカーメンの呪い、とかが有名よね。また王家の谷で眠っていたツタンカーメンの王墓の中からは、黄金のマスクをはじめとした数々のお宝が発見された。その中にツタンカーメンの鉄拳が、発見されたことを、霊夢は知っているか？
鉄拳が発見されてたのね、初めて知ったわ。でも鉄拳の何が謎に包まれていたの？ツタンカーメンが生きていた時代は、紀元前1361年から紀元前1352年だとされている。この時、鉄の製造技術自体は存在していたものの、古代エジプトと争っていた帝国、ヒッタイト帝国が技術を独占していて、軍事的にも優勢に立っていたとされているんだ。早い話、古代エジプト文明にはまだ、鉄の製造技術がなかったと考えられていた時代なんだよ。じゃあなんでツタンカーメンの王墓の中に鉄の剣が存在しているわけ？という謎が浮上してくるわけだ。この謎を解明するにあたり、日本の千葉工業大学地球研究センター、および惑星探査研究センター所長の松井貴則氏がチームを率いて徹底調査したんだ。すると、面白い事実が判明したんだ。どんな面白い真実が明らかになったの？ツタンカーメンの鉄剣は、剣と名付けられているものの、それは全長30センチほどの短剣なんだ。で、肝心の鉄の鋳造技術についてなんだが、原材料は地球のものではなく、宇宙から降ってきた隕石を使用したもの。製造方法はエジプト国外にて、低温鋳造されたことが判明したんだ。情報量が多いわね。隕石が原材料、詳しく聞かせてもらおうじゃないの。隕石が原材料だということは、実は2016年頃にすでに判明していたんだそうだ。ただし、製造方法がわからなかった。その方法が判明したのが2020年2月。X 線による元素分析や高感度カメラにより調査、分析をした結果、当時の古代エジプト文明にはなかった漆喰技術が使用されていたことが判明したんだ。漆喰技術とは、簡単に言えば塗装技術のことだな。かなり手間暇がかかる技術ではあるものの、ホコリやゴミがつきにくく、耐久性が上がるんだそうだ。つまり、国外にて隕石を加工した短剣に漆喰技術を使用して耐久性を上げ、ツタンカーメンの王墓に入れられた、というわけだ。余談だが、エジプト国内にて漆喰技術が使われ始めたのは、ツタンカーメンの時代の約1000年後の話なんだとか。ってことは、当時争っていたヒッタイト帝国、あるいはその周辺諸国とエジプトは、貿易関係を持っていたことの証拠になるってこと？当然、国同士が争っているわけだから、公の場での貿易はなかったと思われる。そこで活躍したのが、フェニキア人だろう。彼らは海上貿易を生業にした種族で、もちろん古代エジプトにも出入りしていたからな。そこで国外に短剣の製造を依頼した、と。いや、この短剣は例外で、製造を依頼したわけではないとされている。ミタンニ王国という古代エジプトと貿易関係にあった国から贈呈されたそうなんだ。そしてこの事実は、また別の真実と謎を作るんだ。どういうこと？隕石を加工して、短剣を作る技術があるのだとしたら、ミタンニ王国にはかなり高度な文明、技術があったとされる証明になるんだよ。ミタンニ王国はヒッタイト語を使用する国で、ヒッタイト帝国とは同盟を組んだり、攻め込まれたりしている関係だから、ひいてはヒッタイト帝国の文明が、ミタンニ王国に流れていると想像できるが、だとすると、鉄の王国、ヒッタイト帝国と呼ばれるだけあるって感じがするよな。確かにそうね。ツタンカーメンの鉄剣がどこから来たのか？どうやって作られたのか？その謎を考古学と隕石学によって導き出されたこともまた、大きな反響を呼んでいるようだな。あらゆる学問が協力し合って、一つの真実にたどり着く、ロマンあふれる話ね。今後もまた違う分野の学問を研究する人たちが協力し合って新しい真実を解明してほしいぜ。5. 雷に強力な空気清浄効果がある。次に紹介するのは、雷に強力な空気清浄効果があるだ。雷に空気清浄効果があるの？ということが今回判明したそうなんだ。順番に解説していこう。どうやら2021年4月29日に、雷が空気を清浄化させているという記事が、アメリカ科学振興協会が発行しているサイエンスと、ジャーナルオブジオフィジカルリサーチアトモスフィアーズ、という学術記事に掲載されたそうなんだ。内容は、雷が発生する際に、雲の中でいくつかの化学反応を起こし、その結果、大気中のメタンや一酸化炭素などの温室効果ガスを除去してくれている、と、こういう研究が発表されたんだそうだ。雷って確かにとんでもないエネルギーよね。そのエネルギーを作って空気を清浄化させてるとなると、かなりの清浄化が期待できるんじゃないの？期待、できるかどうかは別にしても、温室効果ガスが増えれば増えるほど、つまり地球温暖化が進むほどに、雷が増加する可能性はあるとされているな。むしろそれで地球温暖化が解決できるという風に捉えるのは、あまりに早計だと言わざるを得ない。そう簡単にはいかないのね。ただし、霊夢の言う通り膨大なエネルギーであることには変わらず、
アメリカ、ペンシルベニア州立大学、気象学者、ウィリアム・ブリュヌ氏の見解では、試算ではあるものの、雷が生成されることにより、世界中の大気酸化が 2% から 16% 起きているんだとか、これにより強力な空気清浄化効果があると報告されたんだ。なんとかうまく使えないかな？この研究結果を放置しておくのはもったいないわよ。放置するつもりは当然ないにしても、相手は自然現象だからな。人間の手で操れる代物ではないな。これも今後の研究を待つしかない、か。どんなに研究が進んでも、自然を操る技術は完成してほしくないと、個人的には思うぜ。何するかわかんないもんね、人間は。何するかわかんないもんな、人間は。6. 全身麻酔のメカニズム。次に解説するのは、全身麻酔のメカニズムについてだ。え？今まで解明すらされてなかったの？そんな方法で手術を当たり前のようにしていたの？びっくりだよな。何しろ約200年間もの長きにわたって、全身麻酔のメカニズムがわからずに、手法として取り入れられてきたわけだからな。びっくりよ。かねてより、全身麻酔のメカニズムとして有力だった仮説の中に、マクシ室説というものがある。これは20世紀初頭に唱えられた仮説で、簡単に言うと、麻酔薬は油に溶けやすく、人間の脂質と触れ合うと高い効果をもたらし、その結果、感覚が麻痺して痛覚を感じなくなる、というものだったんだ。しかしこれまではあくまで仮説で、推測の領域だったんだが、2020年7月、この仮説を裏付ける証拠となったんだよ。どういうことなの？今回の研究では、注射で体内に入れる麻酔薬ではなく、吸入型の麻酔薬で行われたんだ。ここで注目したのは、脂質ラフトと呼ばれる脳や脊髄などの情報を処理、伝達、指令する、中枢神経系の中心的な役割をした神経細胞が、麻酔と触れ合うことによって崩壊し、脳や脊髄に対して情報を処理、伝達、指令しなくなるということが判明したそうなんだ。確かに、脳や脊髄に情報がいかなければ、痛みを感じることもないでしょうからね。でもそれって、大丈夫なの？要するに神経細胞を壊すんでしょ？壊した神経細胞は時間とともに修復される。でなければ、全身麻酔の文化がここまで普及することもないだろう？それを大前提として、どうして麻酔が効くのか？なぜ脳に情報が伝達されないのか？という疑問に光が差したという点は、医学界では大きな発見になったんだ。研究を始めて100年以上が経過しているわけだからな。それに今回の発見により、神経系の疾患に対する新たな治療法の確立も期待されているんだよ。代表的なもので言えば、パーキンソン病、とかだな。治るの？まだ治らない。でも今後、治せるかもしれない。すごい大発見じゃないの。これもまた、今後の研究に期待したいよな。病気にはなりたくないけど、治療法が確立されるのは嬉しいわね。7. 早起きは三問の徳。最後に話す内容は、ぜひ霊夢に聞いてほしい内容だ。早起きは三問の徳についてだからな。これを最後に持ってくるとは。マリサ、作詞ね。早起きは三問の徳ということわざは、ただのことわざじゃなくて、科学的に解明されたれっきとした健康法だってことなのさ。ぜひ教えてほしいわ。そう思ってる人はたくさんいるはずよ。それじゃあ解説していこう。今から紹介するのは、要するに朝方と夜方の違いについて解説していくわけなんだが、科学的に証明された内容について話したいと思う。私は断然夜型人間なわけなんだけど、それってやっぱり良くないのかしら？今回の研究では、朝型と夜型の他にも、その中間のタイプ、通称クロノタイプの3種類に分けられて、研究が行われたそうなんだ。クロノタイプって、具体的にどういう人のことなの？朝方ほど早くは起きず、夜方ほど遅くまで起きていない人のことだな。オランダの学術誌、エコノミクス&ヒューマンバイオロジーによれば、2023年8月、フィンランドのウール大学の研究チームがこんな記事を発表したそうなんだ。夜更かしを好む人は、睡眠習慣を含む健康習慣が悪化する傾向にあり、それに伴い、賃金の低下が確認されている、と。早い話、夜更かしをする人ほど、経済的に恵まれていないってことなのね。対して朝方の人の方は、健康的でかつ経済的にも恵まれている傾向にあるそうなんだ。なんとなく、想像通りの結論ではあるわね。また夜型の人やクロノタイプの人は、喫煙をしたり、アルコールの摂取量が多かったり、もしくは、あんまり体を動かしてないなどの共通点があるようなんだ。その結果、睡眠の質が悪くなってしまい、朝型の人よりも 4% ほど年収が低いという研究結果が出たんだとか。
ってことは、要するに睡眠の質が悪くなるから朝方にした方がいいってことなの？平たく言ってしまえばそういうことだな。ただ実際に早起きをした時って、何か得した気分になるのも事実だしな。それが今回、数値として結果が出たというのは、朝方の人にとっては大きな励みになるんじゃないか？これをたかが 4% と思っている人は、なかなか朝方のライフスタイルに変わらないかもしれないけどな。継続は力なりっていうもんね。1日だと 4% に満たなくても、続けていたら 4% 以上の成果だってもたらせるしね。お、霊夢からそんな言葉が聞けるとはな。もしかして、朝方になってみる気になったか？頑張ろうとは思ってるんだけどね。一番の方法は、早く寝ることだから、頑張ってみるんだな。朝方の方がいいっていうのは頭ではわかってるのよね。でもなかなかできないのは、いろんな誘惑に負けてるからなんでしょうね。でも頑張ってみるわ。というわけで今回は、解明された世界の謎7000について解説したぜ。ロマンあふれる謎から、日常的な謎まであったわね。最後の謎に関しては、わかってはいても実行に移せなかった私の背中を押してくれそうだったわ。なかなか行動に移せないのも謎といえば謎なんだがな。その謎については自分で行動して解決していくしかなさそうね。他にも解明された謎を紹介して欲しかったら、リクエストしてくれ。それじゃあ、今日の動画はここまで。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。私たち、これまでありとあらゆる世界中の謎について知ってきたじゃない。おう、そうだな。その中で、まだ解明されない謎について、あれこれ妄想を膨らませながらロマンに浸るのも楽しかったけど、たまには解明された謎についても勉強して、教養ある女性を目指したいと思うのよね。実は私も解明された謎について、最新の動向を追っていたところだったぜ。中には今年になって解明された謎もあるし、友人との会話のネタにもってこいかもな。それじゃあ今回は、解明された世界の謎4000について解説していくぞ。ゆっくりしていってね。1、フォレストフェンの埋蔵金。ロッキー山脈には、億単位もの埋蔵金が10年間ほど眠っていたって知っていたか？これはフォレストフェンの埋蔵金として知られ、現地に宝探しのブームを巻き起こしたことで話題になったんだ。ロッキー山脈って、北米大陸の西側にあるあの険しい山脈のこと？あそこにお宝があるなんて。実はこの埋蔵金の名前は、お宝を隠したアメリカの美術賞、フォレストフェンの名前にちなんでいるぞ。誰が隠したかとかはオープンになっているのね。ああ、フェン氏は1988年、48歳の時に癌と診断され、それを機に自らの莫大な遺産を隠そうと思いついたんだよな。フェン氏、行動力とメンタルの強さが半端ないわ。そして2010年になりフェン氏が80歳を迎えた時、ロッキー山脈のある場所に、3億円相当の財宝を隠したことを宣言するに至ったぜ。そしてもし財宝を見つけた者がいれば、その人に譲り渡すとも。癌と戦いながら80歳まで生き延びるなんて、素晴らしすぎる生命力よ。きっとフェン氏にとっては、財宝のことが生きがいになっていたのかしら？それは一理あるかもしれないな。宝箱の中には金塊やルビー、エメラルドといったこれぞお宝、と言える宝飾品が詰められており、それこそ世界中の人々のワクワクをかきたてる宝探しになったこと間違いなしだ。でもロッキー山脈ってめちゃくちゃ広いでしょ。その中から探し出すなんて、無謀すぎるわ。そりゃそうだぜ。なんたってロッキー山脈の全長は4800キロ。これは日本列島の 1.6 倍に匹敵するからな。さすがにスケールが桁違いすぎるわよ。しかし安心してくれ、お宝を見つけやすいように、フェン氏はヒントを出していたんだ。ほ、さすがにフェン氏もそこまで鬼じゃなかったのね。とはいえそのヒントはかなり曖昧でわかりにくく、しかも宝の隠し場所も、人気のある場所からかなり遠いところだったとされているぞ。ごめんマリサ、全言撤回するわ。まあでも確かに、人の多い場所に隠したらすぐ見つけられちゃいそうだし、それでも宝探しに挑みたい、というチャレンジャーが世界中からロッキー山脈に集い、その数は数十万人にも及んだぜ。中には遭難で帰らぬ人となった方もいたとか。まさに命がけじゃないの。覚悟と根性、体力がないと絶対に無理ね。それ以外には、わかりにくいヒントを読み解く推理力も必須だな。フェン氏の自伝には9つのヒントが記されていたが、どれも極めて抽象的なものだったんだ。ふむふむ、例えばどんな感じに？ブラウンの家のふもと、臆病者にはいけないとか、炎を見つけたなら探すのをやめるとか、うん、全然わからないわ。もしかすると、ロッキー山脈の地理や登山に習熟している人にとっては、ピンとくるものもあったのかもしれないがな。私からすればさっぱりだけど、ここで紹介されてるってことは、
誰かしらがお宝を見つけたのよね。ああ、2020年6月、当時32歳の医学生、ジャック・スチューフの発見により、10年にも及ぶ宝探しは幕を閉じたんだ。スチューフは、財宝の写真をフェンシに送って確認してもらったというから間違いないぜ。ちょうどコロナ禍真っ盛りの時期だったんだわ。そうでなければ、もっと世界中でお宝発見のニュースに盛り上がっていたでしょうに。ちなみに送られてきた写真を見たフェンシは、その箱は私が10年以上前に隠した場所から少しも動かされていなかった。お宝が発見されて、嬉しさと悲しさが中途半端に混じっている。とコメントしたぞ。フェンシも、自分が生きている間にお宝の発見に立ち会えて感無量だったでしょうね。間違いないぜ。なおその年の9月、フェンシは自宅で息を引き取ったとのことだ。90歳の大往生だな。ほう、きっと自分の始めた宝探しのラストを見届けることができて、気持ちに区切りがついたのよ。さて、めでたしめでたし、と締めくくりたいところだが実はこの後ちょっと面倒な事態になっているんだ。というのもそのお宝や発見者スチューフのことをめぐり、訴訟問題が発生していたんだぜ。訴訟？これまたどうして？なんでもフェンシの宝探しはレベルが低い、との訴えを出した者がいたそうだぞ。また訴訟とまでいかずとも、お宝発見に対する誹謗中傷の声も目立ったんだ。その声をよく聞くと、宝探しに熱中するあまり仕事を辞めたり、離婚など家族仲が破綻したりした人が少なくないことが明らかになったんだよな。宝探しは個人の自由なのに、なんて身勝手な。誹謗中傷が白熱するあまり、発見者のスチューフは、家族と一緒にセキュリティの強固な住宅へ引っ越す羽目になったそうで、気の毒だぜ。あらら、問題はそれだけにとどまらないぞ。フェンシによるお宝の隠し場所がイエローストーン国立公園の敷地内だったことから、州事務所が埋蔵金の譲渡を求める事態にもなったんだ。うわぁ、こっちもこっちで面倒なことになってるわね。そんなこんなでいろいろありながら、スチューフの受け取ったお宝はヘリテージオークションに出され、最高落札者に引き渡されることになったぞ。出品された財宝をすべて合わせると、2.8 億円を超える値がつくものと見られているぜ。こうしてフェンシの財宝が世界中に出回ると、まさにハラハラドキドキのお宝エピソードだったわ。最後になるが、フェンシが宝探しを仕掛けたのには財宝を隠すという意外に重要な目的があったんだ。それが、2007から2010年に世界中で起きた金融危機のダメージを受けた人に対し、自然を探検してもらうことで希望を持ってもらうというものだったぞ。金融危機ってそんなに大変な出来事だったのね。これを機に世界各地でデモが起きたり、紛争に発展する地域もあったくらいだからな。こういった世界の大変な情勢を目の当たりにしたフェンシが、世界中の人のことを思って大規模な宝探しを企画したと思うと、泣けてくるわよ。ああ、それにもかかわらず、宝が見つかったかと思えば世界中で誹謗中傷や訴訟が勃発する始末。天国のフェンシがこの光景をどう見ているのかが気がかりだぜ。うんうん、フェンシが安らかに眠れるように、平和な世界にしていきたいものだわ。さて、人類の醜さを垣間見てしまったかもしれないが、次は雄大な大自然南極の謎に迫っていくぞ。2、南極に開く謎の巨大な穴。南極では冬になると南極海を覆う氷が砕け、大きな穴ポリニアが開くことがあるんだが、ポリニアの穴がどのような条件でできるのかが、50年間も謎に包まれたままだったんだ。氷に穴が開くのは自然なことだと思うんだけど、ポリニアはどこが謎なのかしら？ポリニアは年によって出現したりしなかったりで、一体どんな要因でできるのかが予測できなかったんだよな。なんか私と同じで気まぐれな穴なのね。史上初めてポリニアが観測されたのは1974年のことだ。その大きさはなんとニュージーランドと同じくらいの面積だったぜ。そしてその巨大な穴は、1976年に閉じてしまったという。それだけ大きな穴が突然できて、2年で閉じちゃうってわけわからないわよ。またさらに奇妙なことには、そこからしばらくポリニアが出現しなかったんだ。再びポリニアが現れたのは、それから40年が経過した2016と2017年のことだったぞ。観測者もびっくりしたことでしょうね。この時の穴の面積は40年前には及ばなかったものの、それでも北海道を優に超える規模だったんだよな。どっちにしてもデカすぎて想像すらつかないわ。ポリニアの再度の出現を受け、科学者はすぐさまその研究に着手したぜ。その調査の結果、地形や海氷の形状、海流のパターンに至るまで、ポリニアの出現には実に様々な要因が関与していることが分かったぞ。さすがは大自然、ポリニアはまさに、いろんな条件が複雑に絡み合って生まれる奇跡なのね。それでは、いよいよポリニアが形成されるメカニズムの詳細に迫っていくぜ。
まずポリニアができる原因を簡潔に言えば、その範囲の氷が溶けているということだ。それはつまり、地球温暖化の影響ってことかしら？ポリニアの背景には、地球温暖化もあるのではとされているが、それだけだと説明がつかないんだよな。確かに単に海水温の上昇という理由なら、巨大な氷の真ん中だけ溶けるのは不自然だものね。ポリニアの真の原因は、その海域を流れる海流、ウェッテルジャヤが例年よりも強かったことだと考察されているぞ。この海流の影響により、暖かくて塩分が多く含まれる海水が海面まで上昇したんだ。なんかかっこいい海流名ではあるけど、南極の海流って、他のエリアのものとは違う何か特殊な特徴があるものなの？いい質問だな。実を言うと、南極海の深層にある南極低層水は、世界一重い水として知られているぞ。重い水と言われても、いまいちピンとこないんだけど。まずは南極低層水を起源とする水は、すべての海洋の3分の1以上を占めている。と説明すれば、その規模感がお分かりいただけると思うぜ。ってことは、南極以外の海域にも南極低層水が存在するってこと？ああ、例えば太平洋における水深2000メートル以上の部分の大半が、南極低層水を起源とする水で占められているんだ。なるほどね、すっごく重い水だから深海にあって、それが広大なエリアに深く広がっているんだわ。そういうことだな。それはつまり、南極低層水の状態の変化による、地球全体への影響が大きいことも意味するぞ。と言いますと、南極低層水の沈み込みが弱くなったり、または沈み込む場所が変わったりすることで、海の深層における循環も変化していくぜ。そして海と気候変動との関係についてだが、海には陸地以上に大量の熱量が蓄積されているから、海と大気との間で熱の干渉が生じることで、大気、つまり陸上の気候にも、海中での状態の変化による影響が現れるってわけだ。ほう、目に見えない変化だからイメージしにくいけど、海の持つパワーは計り知れないってことだわ。こうした事情から南極の海の変化は、世界中の気温の変化に大きな影響を与えているとされるんだよな。ポリニアについても同じことが言えるってことかしら？その通りだ。例年よりも強まった海流によって、今度は乱流化が生じることになるぜ。その勢いは海面にまで及び、海水はスクリューのように渦巻くぞ。おお。この影響により、海面近くの水の層は離れていき、逆に深層から上がってきた海水と入れ替わるんだ。入れ替わった海水にはより多くの塩分が含まれるから、それが海面に浮かぶ氷の氷点を下げるってわけだな。氷点が下がるとは、氷になるのに必要な温度が下がる、つまり氷ができづらくなることを意味するぜ。それで氷ができにくくなって、ポリニアのような穴が開きやすくなるってことかしら？ああ、例えば塩が限度まで含まれた飽和食塩水は、マイナス 21.3 度まで氷にならないとされるぜ。塩分濃度だけでそれほど変わるとはびっくりよ。そして今後、地球温暖化の進行に伴い、ポリニアのサイズはより巨大化し、その頻度や数も増えるものと予想されているんだ。それはやっぱり、南極の海流に変化が生じやすくなったから？先ほども説明したように、ポリニアは海流が変化したことで生じたものだが、ポリニアが形成されることによってもまた、現地、ひいては地球全体の気候が変化するぞ。ポリニアのサイズにはびっくりだったけど、そこまで変わるものなのかしら？さっき、海と大気との熱の干渉によって、陸上の気候に海中での変化による影響が現れると説明したよな。莫大なエネルギーを持つ南極海の海面に浮かぶ氷に、ぽっかり巨大な穴が開いたらどうなる？あ、海と大気が触れる面積が増えちゃうわ。だからポリニアの数が増えたり、そのサイズが巨大になることは、海洋の循環経路を変化させ、気候に大規模な影響を与える可能性があると、専門家により指摘されているんだ。ポリニア、単なる穴じゃなかったのね。ポリニアについては、環境問題の指標として注意深く観察される一方で、ペンギンにアザラシといった動物が、海から陸へ上がるための経路としても活躍するぜ。ポリニアも、悪いことばかりじゃないってことだわ。とまあここまでポリニアについて分かっていることを解説してきたが、南極には他にも謎が多いんだよな。南極低層水についても、どのエリアでどれだけ生成されたかというのが、大まかにしか分かっていないんだ。南極、今まであまり馴染みがなかったけど、これを機にもっと知りたくなってきたわよ。よし、じゃあ次も南極における興味深い謎について解説を続けるぞ。3、なぜ南極や北極では魚が凍らないのか。南極や北極といった氷点下の環境に生息する魚たちは、なぜ凍らず生きていられるのか。次はこの疑問について、先ほどの内容もおさらいしながら答えていくぜ。前のパートでは、確か塩分が多いと氷ができづらくなるとか言っていたわよね。もしかして、それと関係があったりするのかしら？
お、今日の霊夢は勘がいいな。言ってくれた通り、海水には塩分が含まれるため、それに伴って氷点も下がり、氷点下でも凍らないんだ。やったー、褒められたわ。ただ、これだけだと冒頭で挙げた疑問への答えとしてはまだ不十分だぞ。というのも海水が氷になる温度はマイナス 1.8 度、それに対し魚が凍りつく水温はマイナス 0.8 度とされているぜ。そんな、結局海水が凍る前に、魚の方が先にカチンコチンになっちゃうじゃないの。そこで登場するのが、不凍糖タンパク質という特殊なタンパク質だ。この物質が魚の体内に存在するおかげで、氷の結晶化が妨害される、つまり魚の体内で氷が形成されないことになるぞ。そんな魔法のようなタンパク質があるなんて。ただその詳細なメカニズムについては、近年まで謎に包まれたままだったんだよな。しかし研究者の熱心な研究により、徐々にその謎が解き明かされてきたぜ。研究者たちは、不凍糖タンパク質を用いて、氷を成長させる分子シミュレーションを行ったんだ。ふむふむ。すると、不凍糖タンパク質が水に馴染みやすい部分と馴染みにくい部分にはっきり分かれていて、そのうち水に馴染みにくい部分が、氷の表面に吸着することが明らかにされたんだよな。それってつまり、どういうことよ？氷に吸着したタンパク質は、その表面をゆっくり移動するそうだぞ。そして不凍糖タンパク質は非常に賢い物質で、氷の成長部分に選択的に吸着することで、氷の成長を止めているとのことだ。ほう、生物並みに賢いじゃないの。ここまで分かっただけでも大したものだが、より詳細なメカニズムを追求すべく、今度は無重力環境での実験が行われたぜ。無重力ですって？研究者の皆さんの向上心には、全く頭が下がるわ。研究者らは、氷の結晶が成長する実態を探ろうとしたんだが、どうも地上の実験では、結晶の成長に重力の影響が出てしまうようなんだ。それで精密性を求めた結果、無重力での実験に至ったと。まあそんな感じだな。北海道大学の研究チームは、国際宇宙ステーション ISS にある日本実験棟希望での実験を実際に行ったぜ。宇宙まで行ったの？南極の謎なはずが、ものすごいところまで行ってるわね。北大の研究チームは JAXA と共同で、氷の成長速度を精密に測定するための宇宙実験装置を開発したぞ。装置は JAXA の種ヶ島宇宙センターから打ち上げられ、希望日本実験棟へと送られたんだ。それじゃあ、実験は誰が行ったのかしら？まさか北大の方が直接宇宙に行ったんじゃないでしょ？いや、実験については地上から送られた信号に基づいて、自動制御で124回も実施されたぜ。とはいえその成功率は 18% と、制御の難しさを考慮すると、かなりうまくいった実験という感じだ。遠く離れた宇宙での実験を地上から制御するとか、2階から目薬よりも難しそうだわ。その肝心の実験内容だが、氷結晶の成長条件を変化させた上で、氷が成長する速度を精密測定するというものだったぜ。その実験によって、なんと予想外のことが明らかになったんだよな。実は不凍糖タンパク質なんてものはなかった、なんて言わないわよね。先ほど、私は不凍糖タンパク質が氷の成長を止めていると説明しただろう？ところがどっこい、不凍糖タンパク質の存在下では、むしろ氷の結晶の成長速度が通常の3から5倍も速くなることが判明したぞ。それはびっくり。それじゃあ、不凍糖タンパク質の名前自体が定義からずれるじゃない。これだけ聞くと、不凍糖タンパク質のせいでむしろ氷が形成されやすくなるようにも思えるが、実際は逆で、氷の結晶の中でも成長の早い面は成長し続けた結果として消失してしまい、最終的には成長速度の遅い結晶の面で囲まれるため、氷の結晶全体の成長が止まることになるそうだ。ひえー、実によくできてるわ。こういった不凍糖タンパク質の特徴が、現在あらゆる分野での材料作りに応用できないかと期待が高まっているぜ。ものづくりには、不凍糖タンパク質の原理をどんな風に役立てられるのかしら？不凍糖タンパク質の特徴の目玉は、氷の結晶の成長を抑制できる点だったよな。この特徴を活かし、細胞や食品の冷凍保存などへの応用が期待されているぞ。まさか、北極や南極の魚から最新の技術開発への手がかりが得られるなんてね。技術開発だけじゃない、ゆくゆくは地球外生命体を探る手がかりにもなると考えられているんだ。例えば現時点では、氷でできた天体が宇宙に存在することが分かっているぜ。もしかして、こうした星に生き物がいる場合、彼らも不凍糖タンパク質みたいなものを保有しているかもってこと？そういうことだな。とにかく言いたいことは、不凍糖タンパク質はあらゆる分野の発展を担う鍵になるかもしれないってことだぜ。
こんなミクロの世界と宇宙が繋がってくるとは、科学の世界ってロマンがあるわ。それでは、次はまたジャンルを変えて、人間の文化にまつわる謎に迫っていくぞ。よい、バイキングはなぜハスミソを掘ったのか。9から12世紀のヨーロッパでは、バイキングと呼ばれる集団が盛んに活動していたんだ。バイキングは、海を渡って積極的に海外への遠征を行うほか、略奪行為を繰り返すこともあったぜ。それっていわゆる海賊のこと？そのように認識している人も多いだろうな。ただ彼らの多くは略奪というよりは、平和的に他国に移住し、農業や貿易などで生計を立てていたとも言われるんだ。なんか拍子抜けだわ。実際、バイキングの収益の多くは交易によるものともされるからな。その説明を聞くと、単純に交易に力を入れていただけの平和な集団なのに、どうしてバイキングは、現代にまで語り継がれるような集団になったのかしら？それは活動範囲の広さゆえかもしれないぜ。バイキングはスカンディナビア半島バルト海を拠点とする集団だが、活動範囲は広く、それはヨーロッパ全体からイラク、北アメリカにまで及ぶこともあったんだ。ふむふむ、そんなバイキングには興味深い特徴が多いんだが、今回はその中でも、彼らの遺骨に特徴的な謎にフォーカスしていくぞ。それが、遺骨を調査していく中で横向きの溝の掘られた歯が多くあった点なんだよな。ふーん、それがバイキングとしての証になっていたとか？いい線言ってるぜ。研究者によれば、この溝が交易商人の証になっていたかもしれないとのことだ。歯の溝なんて簡単に消えるものじゃないし、彼らのアイデンティティはよほど強固なものだったのかしら。とある研究者は、歯の溝が交易商人限定のグループへの入会儀式、商人というアイデンティティの仲間意識の印として機能した可能性を指摘しているぞ。またこの習慣が、中世から近世にかけて西ヨーロッパで発達した、ギルド制度と繋がっている可能性もあるとのことだ。ギルド制度って？ギルドとは、中世のヨーロッパの都市で結成された商人や手工業者の同業者組合のことだぜ。ギルドは単なる組合にとどまらず、都市の自治を獲得する上で大きな働きをし、やがて彼らは都市貴族として、支配層を形成するようになっていったぞ。ギルドが当時のヨーロッパの社会でも重要な役割を担っていたことになるのね。まあやがて市民階級の成長に伴い、ギルドは解体を余儀なくされることになるんだが、それでもなお、ドイツ社会などに見られる行動様式の根幹にはギルド制度があるとされるぜ。ほう、形は違うとはいえ、バイキングの習慣は現代にも通じるところがあるんだわ。それにしたって、もっと見えやすい位置のタトゥーとかでもなく、歯に溝を入れるってのが渋くて面白いけどね。世界、そして歴史を広い視野で見渡すと、歯に手を入れる文化は決して珍しくないぞ。例えば、バリ島で行われる成人式ポトンギギ、ここでは成人の証として歯が削られるんだ。成人した証として歯を削るですって？ちょっと何言ってるかわからないわ。バリ島においては、尖った犬歯が理性のない動物的な要素を示すものと考えられているんだよな。故に、尖った犬歯を削ることで、理性ある人間になるという意味が込められているぞ。なるほどね、納得できる気がするけど、犬歯が削られたら後々不便そうよ。現地ではそのようなことより、伝統的な考え方が重んじられているんだろう。このバリ島の儀式は、ただ大人になったということだけでなく、その子が結婚できる年齢になったことを周囲に示すという重要な目的も持つんだ。確かに、一度歯が削られてしまえばごまかしが効かないものね。歯を削る儀式は、霊力を持つ限られた聖職者によって行われるぞ。また儀式を受けるこの親も、これが子が大人になる前の親として果たす最後の義務だ。と考え、儀式にあたって立派な衣装を用意するぜ。すごいわ、立派な通過儀礼ってことね。友達とキャーキャー言ってた日本の成人式とはレベルが違う。歯を削るというと敗者のイメージが先行して、恐ろしさを感じる人も多いかもしれないが、ポトンギギ当日はきらびやかな衣装を身にまとった人たちが集まり、現地の人々の信仰の厚さを感じられるぞ。何も事情を知らない外野の私があれこれ口を挟むのはやめておくわ。あと歯に手を入れる観点で言えば、日本人だって無縁ではないんだよな。霊夢は江戸時代に流行したお歯黒を知っているか？ああ、なんか歴史の資料集の絵とかで見たことある気がするわ。お歯黒とは、その名の通り歯を黒く塗ることであり、その目的としては美を求めるというもののほか、口腔内の健康維持だったり、大人になった証を示すものだったりというものがあったぜ。思っていた以上に、お歯黒には様々な目的があるのね。特に大人の証としてのお歯黒の起源は古く、それは平安時代にまで遡るぞ。その時も美を目的として歯を黒くしていたとか？いや、当時は美を目的とするというよりは、17から18歳頃になった貴族の男女ともに、歯を黒く染めることで成人の証としていたそうだ。
男性もオハグロをしていたのね。その後もオハグロ文化は女性中心に受け継がれ、戦国時代には10歳にも満たない子にオハグロをつけて成人とみなし、政略結婚をさせていたとか。なんと。そして江戸時代になると、オハグロ文化は庶民にも広まっていき、今度は多くの既婚女性が美や健康といった目的で、オハグロをするようになったぜ。美への価値観は時代によって全然異なるものだけど、オハグロイコール美しいという考え方が私にはわからないわ。オハグロの効果として、歯並びの悪さを隠せること。またオハグロを塗ることで、表情を柔らかく、優しく見せることもできたと言われているな。健康効果については、オハグロに含まれる成分に脂質を強化したり、虫歯や歯周病を予防したり、といった効果があったとのことだ。当時なりのちゃんとした根拠があったってわけね。とまあここまでを総括すると、歯に手を入れる習慣は世界各地で見られるということになるぜ。うんうん、こういった慣習には、その民族や集団特有のアイデンティティが絡んでいることが多いのも面白かったわ。それこそバイキングやバリ島の人々のように、歯に溝を入れたり削ったりとはいかないまでも、私も何か、日本人としての確固たるアイデンティティを持ちたいものだな。というわけで今回は、解明された世界の謎4000について解説したぞ。今回の解説は、ジャンルも科学から世界各地の文化と幅広かったし、一つ一つが奥深くて楽しめたわ。どうか文系理系問わず、霊夢には教養ある人になってほしいとの願いを込めての解説だったぜ。あら、密かに気を使ってくれてたのね、嬉しいじゃないの。もちろん霊夢だけじゃなく、多くの皆さんに楽しんでもらえていたら嬉しいぞ。というわけで、今日の動画はここまで。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は解明された世界の謎5000を紹介していくぜ。世界の謎が、ついに解明されちゃったの？そうだぜ。世界には未だ多くの謎が存在しているが、中には現在科学の力によって解明に至った謎も多い。長い間地球の人間たちを悩ませてきた謎も、現代科学の前では太刀打ちできないのね。一体どんな謎が解き明かされちゃったのかしら？それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1. 噴火後のポンペイ生存者の性格。霊夢は西暦79年8月24日、イタリアのベスビオ火山で大きな噴火があったことは知っているか？聞いたことあるわ。その噴火のせいで、近くの町がなくなっちゃったのよね。そうだぜ。火口から 10km 圏内にあったポンペイやヘルクラネウムといった町が被害に遭い、火山灰や火砕流で町が丸ごと埋まってしまった。町が丸ごとなくなっちゃうなんて、大変なことね。しかし何メートルもの深さの火山灰で町全体が覆われたおかげで、当時の生活の様子がそのまま残っているんだ。逃げ遅れた犠牲者がどのように苦しんでいったかも、その姿までもがありありと残っているんだぜ。犠牲者の姿まで？ポンペイでは1740年代から発掘調査が始まり、紀元前1世紀頃の古代ローマ人の生活を知る貴重な遺跡として知られている。さらに昨今は、生存者にフォーカスした研究が進んでいるぜ。犠牲者じゃなくて、生存者？町が丸ごとなくなるほどの大噴火だったのに生存者がいたの？もちろんだぜ。例えばポンペイの市民は推定2万人だが、そのうち噴火の犠牲者の数は2000人ほどと言われている。てっきり町の人たちはみんな犠牲になっちゃったのかと思ったわ。やっぱり灰ごときに、人間がやられるわけないものね。火山灰はただの灰ではなく、超高温の無数のガラスの破片だ。町に残っていた人は全滅しただろうぜ。ええ、じゃあどうして結構な人数が生き残れたのよ。避難したからだぜ。避難？現代ならまだしも、西暦1世紀に噴火の予測なんて不可能じゃない？現代のような予測システムはなかったが、ベスビオ火山の噴火には兆候があったんだ。噴火の前には地震が頻発していたし、火口から煙が立ち上っていた。私だったらもうその時点で一目散に逃げちゃうけど、地震だけで家を出ていく決心をつけるのは難しそうね。この時点で避難を開始した人はまだ少ないだろう。しかし噴火が始まれば、そんな悠長なこと言ってる暇はないぜ。というか噴火が始まったらもう遅いんじゃ？火山の噴火というと一瞬のうちに爆発して、何万人もの人がマグマに焼かれる、というイメージがあるが、実は違う。まさにそのイメージだったわ。噴火が始まってすぐに火山灰や火砕流が街を襲ったのではなく、半日くらいは余裕があったんだぜ。そうだったのね。それくらい時間があれば、よその町に避難することができそうね。周辺の12の都市にポンペイの市民は避難したようだな。あ、でも、どうしたんだ？せっかく避難できても、ポンペイの町は火山灰に埋もれてしまって、帰る場所がないじゃない。そう、彼らは無事に難を逃れたが、ふるさとをなくしていたんだぜ。
避難した別の町で、生活を再建することを余儀なくされた。その生活の再建に関する痕跡について、200人分が最近の研究で見つかったんだぜ。へえ、それはすごいわね。でもどうしてポンペイ出身の人のことだってわかるの？建物の壁や墓に名前などの情報が残っていたんだ。噴火後に新たに住み着いた人であれば、当時避難してきたポンペイ出身の可能性が高いからな。なるほど。例えばオスティアに避難した、カルティリウス家というポンペイ出身の一族だ。オスティアはイタリアのどのあたりにあるのかしら？ローマのほど近くの町で、ポンペイからは 250km ほど離れているぜ。結構な大移動だわ。彼らはセラキスという、エジプトの死の神オシリスと聖なるウシアキスが融合した神を祀る神殿を建てたぜ。セラキスは頭に穀物入りのバスケットを身につけている神だ。穀物の貿易が盛んなオスティアで人気だったようだぜ。彼らは同じく噴火で避難してきた別の一族と結婚し、避難先のオスティアで富を築いたんだ。避難先でもバッチリ成功しているわね。他にもプテオリというナポリの近くの港町に避難した市民もいる。ポンペイからは 40km ほどの距離にある町だ。ここにはどんな人が避難してきたの？魚商の商人、アウルス・ウンブリシウスだ。ポンペイで行っていた魚商の商売を避難先でも始めたところ、これが大成功。ポンペイも同じ港町だったので、ノウハウを活かしやすかったんだろうな。これは参考になるわね。アウルスはこの地で生まれたコニプテオラネアンという、土地に由来した名前をつけた。避難先で大成功するってもちろんすごいことだけど、その背景には受け入れてくれた町の人々がいたことを忘れちゃいけないわね。さてここまで、避難先で成功を収めたポンペイ市民を紹介したが、私もいざという時の参考にしたいから、もっと教えてほしいわ。成功した人ばかりではないという現実も、無視できない。そうよね、噴火から急いで逃げてきているわけだものね。ああ、そうだぜ。身一つで逃げ出した人は、家財道具が一切ない状態から生活を始めなければいけない。他の町に頼る人や家がなければ、かなりハードモードだわ。避難先で苦しい生活を送ることになった市民の痕跡も残っている。町に残ったにせよ、避難先で生活を再建できたにせよ。この大噴火で多くのポンペイ市民の人生が一変したことに変わりはないぜ。2、ローマの温泉水の自由効果。西暦1世紀のヨーロッパに、日本人と同じくらい温泉好きが集まる国があったぜ。霊夢はその国がどこだかわかるか？日本人の温泉好きは相当なものだけど、2000年も前のヨーロッパにもそんな国があったの？ああ、もちろんあったぜ。それはイタリア、古代ローマだ。ローマですって？でもヨーロッパの人って、日本人みたいに毎日お湯に浸かる人は少ないって聞くけど？そうだな、確かに日本と違って湿度が低い。空気がカラッとしているので、日本のようにすぐに汗をかいて汚れたりしないんだぜ。いいなぁ、羨ましいわ。そのため現代のヨーロッパでは、普段は湯船に浸からずシャワーだけで済ませる人も多いようだな。しかし古代ローマでは温泉が大人気で、市内にはあちこちに公衆浴場があったんだぜ。この公衆浴場をテルマエと呼ぶ。あ、そういえばテルマエを題材にした作品を読んだことがあるわ。市内には400カ所もの公衆浴場があり、中には3000人収容できる巨大な浴場もあった。ちょっとしたコンサートホールじゃない。もしコンサートが行われたとしたら、よく響いただろうな。どうしてそんなに大きな浴場が必要だったのかしら？どうせ偉い人は、家の浴場を使っているんでしょう？いいや、偉い人も公衆浴場に頻繁に通っていたぜ。わざわざどうして？当時の公衆浴場は、体を清める以外にも社交場の機能があったからだな。人との交流が目的なので、何時間も浴場で過ごす人も多かったようだぜ。何時間もお風呂に入っているなんて、想像しただけで指がふやけちゃいそうだわ。そういえば日本の温泉はよく体にいいって言うけど、ローマの浴場はどうだったのかしら？ローマで湧く温泉も体にいいとされ、傷ついた戦士や体を悪くした市民がこぞって浴場に行ったぜ。特にトスカーナ地方には驚きの効能を持つ光線が存在し、傷を癒して若返らせるという伝説の湯があったとか。日本にも若返りの湯ってあるものね。しかしローマの公衆浴場は衛生や治癒目的というよりは、社会活動がメインだとする見方が強いぜ。みんなと交流できて疲れも癒せるなんて、一石二鳥だわ。さて近年、こうしたローマ式の温泉水の治癒効果について、新事実が明らかになった。調査が行われたのは、イギリスの首都ロンドンから 185km 離れた町、バース市内の浴場だ。イタリア以外の国でも温泉が湧くのね。火山が多いイタリアほどではないが、温泉が湧く地域もある。そのためローマ式の公衆浴場は、イギリスやスペインなどヨーロッパ各地で作られたぜ。どうして他の国でもローマ式なの？浴場をローマ人が作ったからだ。
例えばイギリスでは紀元1世紀に、侵攻してきたローマ軍がバースに町を作ることになった。バースはイギリス国内でも珍しい、ミネラルを含む天然温泉が湧く場所だった。ローマ軍はそこに温泉施設を整備したんだぜ。当時のローマ人、どうしてもお風呂に入りたかったのね。でも気持ちはわかるわ。このバースの公衆浴場は、ローマ軍の撤退によって一時期錆びれてしまう。しかし18世紀になって温泉が流行ると、上流階級の間でバースの温泉が再ブームになったんだぜ。温泉、読んで字のごとく温泉を飲むことだ。え、温泉を飲むの？もちろん湯船の湯じゃなくて、新鮮な湯を飲むんだぜ。日本でも古くから行われているが、まだそこまで一般的ではないかもしれないな。一方ヨーロッパでは温泉はメジャーで、温泉医という存在が昔から活躍しているほどだ。温泉の医者ですって？人によって口にしてはいけない成分があるので、専門家によるチェックが必要なんだぜ。なるほど。ということは18世紀頃のヨーロッパの人は、しっかり健康目的で温泉に通っていたのね。そういうことになるぜ。今回調査されたのは、果たして当時の公衆浴場に本当に効能があったのか？ということだぜ。でも当時の温泉なんてもう、ないんじゃないの？それがバースにはあるんだぜ。3000メートルもの深さから48度のお湯が湧き続けている場所があるんだ。その量なんと、1日125万リットルだというから驚きだぜ。125万リットル？現在は入浴こそできないものの、観光スポットとして有名だ。このお湯をサンプルとして採取し、成分が調べられたんだ。それでそれで？バース市内の公衆浴場からは、水と堆積物、バイオフィルムのサンプルが採取された。すると300種類に及ぶ様々な細菌が見つかったんだ。300種類の細菌って、なんだかいい響きじゃないかも。その中には大腸菌や黄色ブドウ球菌、赤痢菌に対して阻害効果を持つ細菌が発見されたんだぜ。お腹の悪者っぽい菌たちに効く菌ってこと？そうだぜ。さらに他には、抗菌薬耐性を持つ菌に効果があるかもしれない微生物が見つかった。なんだか回りくどい言い方ね。薬剤耐性という言葉を知っているか？聞いたことはあるわ。処方された薬を全部飲み切らずに中途半端にやめちゃうと、その薬が効かない菌が生まれちゃうのよね。そうだぜ。そうした薬が効かない菌をやっつけるヒントが、ローマ式の公衆浴場から見つかったということだ。すごい。薬剤耐性菌は現代医療で大きな課題の一つになっている。ローマの温泉水が薬剤耐性菌に効果があるかもしれないと、注目を浴びているんだぜ。ローマの温泉は昔から人々の傷を癒し、社交場としても大活躍だったのに、時を超えて現代の私たちを救ってくれるかもしれないのね。3. バルト海の異物。北ヨーロッパと北欧に挟まれた海域を、バルト海と呼ぶ。このバルト海の海底には、謎の異物が沈んでいるんだが、それが映画スターウォーズでおなじみの宇宙船、ミレニアムファルコン号に似ていると話題になった。ミレニアムファルコンが現実にあるわけないじゃない。私もそう思うぜ。ミレニアムファルコンはフィクションの乗り物だからな。それでは一体、バルト海の異物の正体は何なのか？ミレニアムファルコンみたいな形の物体ってことだけど、具体的にどんな形なの？大きさはどのくらいなのかしら？謎の物体は、直径54メートルの円盤型をしているぜ。円盤型って、まさか UFO？ その形を見た時に、霊夢のように UFO を想像する人は多い。地球の海にうっかり墜落してしまった、ドジっ子宇宙人の UFO かもしれないな。もう、宇宙船だの UFO だの、もう少し現実的な案はないの？それなら灯台の台座という説があるぜ。50メートルサイズの灯台の台座が突然なくなってたら、街で大ニュースになるでしょ。そうなんだよな。灯台の台座の説はなさそうね。他には？他には、ドイツやロシアなどが戦時中に投棄した極秘の潜水艦、なんて仮説もあるぜ。国家の極秘プロジェクトを、外国の海でこっそり処分したのかしら？さてこの謎の異物の正体を突き止めるべく、調査チームが現地に向かった。彼らはまず 1.5km×2km の範囲をひたすら船を走らせ、水中ソナーで海底をスキャンしていった。まずは場所をしっかり特定するのね。地道な作業だわ。途中ソナーが繋がったケーブルを見失うアクシデントなどに見舞われながらも、調査チームはお目当ての異物の位置を確認したぜ。それじゃ早速ダイビングして、ミレニアムファルコン号を回収と行きましょう。霊夢、気が早いぜ。それに、すぐにダイビングで回収というわけにはいかない。どうして？お目当ての異物がある場所が、水深80メートルにあるからだ。酸素ボンベを背負っていけば余裕でしょ。人間が簡単な装備でダイビングできるのは水深30メートルまでだ。それよりも深く潜るには、しっかりした装備が必要になってくる。
そもそも謎の物体は直径50メートルを超える大きさだから、そのまま引き上げて持って帰るのは難しいぜ。あ、そうだったわ。まずは改めて真上からターゲットの形状を確認することになったぜ。ちゃんとした形がわかれば、それだけで正体がわかるかもしれないものね。結果、真上からの形状だけでは、それが自然物なのか人工物なのかの判断はできなかった。やっぱり潜るしかなさそう。調査チームもそう判断し、危険な水深80メートルへのダイビングが決行されたぜ。それで、何がわかったの？まずはダイバーの目視による情報だ。異物の表面はコンクリートのような石だったという。コンクリート？やっぱり人工物なのかしら。1メートルほどの円が刻まれた箇所や、四角い壁が続く箇所、小さめの岩がストーンサークルのように並べられていた箇所もあった。ますます人工物っぽいわね。ダイビング調査では異物の付近から石のサンプルも採取されたぜ。石のサンプル、これは大きな手がかりになりそうね。コンクリートだったら人工物の可能性が高くなるし、普通の岩だったら海底の自然物の可能性が高そうだわ。サンプルとして採取されたのは、手のひらの大きさの黒い石だった。溶岩が急速に冷えて固まった、火山岩だったぜ。火山岩？結論から言うと、バルト海の異物の正体は、氷河期の地殻変動によって形成された自然物の可能性が高い。どうしてバルト海のど真ん中に、何千年も前の火山岩が現れるのよ。そう、それが問題だ。なぜ北欧の海の底に、大昔の巨大な火山岩が存在するのか？おそらくこれは氷河によって運ばれてきたと推測されたぜ。へぇ、氷河の力ってすごいわね。ただ、異物の表面に刻まれた円や壁のような構造があり、人工物の可能性を完全否定できない。さらにこの異物の下には、地下空間が広がっている可能性があるんだ。地下空間ですって？そうだ。直径50メートルの岩をどかすと、もしかしたらそこには海底遺跡に続いている空間があるかもしれない。まさに伝説の海底都市アトランティスの入り口が、そこにあるかもしれないんだぜ。アトランティスの入り口だなんて、そんなの気になりすぎる。早速岩をどかしましょうよ。世界中の海底ミステリー好きがそう願っているが、やはりそこには資金面や技術面の壁がある。水深8メートルの場所で直径5メートルの岩をどかすのとはわけが違うんだぜ。そういえばこの岩は水深80メートルの世界にあって、直径50メートル以上もあるんだったわね。多額の予算と高度な機械、それから危険に立ち向かう勇敢な研究者たちも多く必要になってくる。いつかその地下空間の真相が明らかになる日が楽しみだわ。4. 湿地の怪奇現象。地球上には湿地と呼ばれる、地面に水を多く含んだ地帯があちこちに広がっている。こうした場所にはいくつかの怪奇現象が起こると言われているぜ。まずは霧だ。ホラーゲームや映画の演出でもおなじみだな。確かにゲームや映画で怖いシーンの前では、よく霧が使われているけど、正直、登山したり湖に行ったりしたら、高確率で霧に遭遇するわよ。まあ確かに湖や山の山頂ではよく発生する現象だ。しかし湿地では湖や山と同じくらいか、それ以上に霧が立ち込めていることがあるんだぜ。確かに少し謎かも、何か発生条件があるのかしら？霧は、冷たい空気が海や湖の上空の暖かい空気に流れ込んだ時や、山などの標高の高い場所の冷たい空気に、空気中の水蒸気が冷やされた時などに発生する。空気中の水蒸気の量と気温の低下、そして強い風が吹かないことが、霧の発生条件になるぜ。湿地はジメッとしていて空気中にたっぷり水分を含んでいるわね。湿地に霧が立ち込める理由も納得だわ。次に火の玉だ。これは怪奇現象ね。火の玉に誘い込まれ、池や底なし沼に住む妖怪に引きずり込まれる、なんて怪談もあるぜ。イギリスではウィル・オイスプと呼ばれたり、火の玉は世界中で目撃されている。特に湿地は火の玉の目撃スポットとして有名だ。どうして湿地に火の玉が現れるのかしら？やっぱり湿地には妖怪が住んでいたりして、そうした怪談や都市伝説も興味深いが、今日は火の玉を科学的に説明していこう。火の玉が科学的に解説できるっていうの？もちろんだぜ。湿地の地面に含まれる、ホスフィンという物質が鍵になる。ホスフィン、湿地の地面のような酸素の少ない土の中で、植物が発光して発生するガスだ。なんとこの物質、常温で酸素と反応して自然発火してしまうんだぜ。自然発火ですって、火の玉どころか、湿地の大火災が起きちゃうわ。と言っても山火事のようにボーボー燃えるわけじゃない。湿地の地中で発生したホスフィンガスが、空気に含まれる酸素と反応し発火。ぽっと少しの間に小さな光を放つ様子が、火の玉に見えるというわけだ。種明かしされると、火の玉が全然怖くなくなっちゃった。最後にもう一つ、湿地で起こる怪奇現象を紹介しよう。
それは妖精の輪だ。可愛らしい名前ね。地面に突如として現れるリング状の物体で、妖精がその輪の中で踊るという言い伝えがあるぜ。言い伝えまで可愛らしいわ。まったく、これを怪奇現象扱いするなんて失礼じゃない。実は妖精の輪の正体は、キノコだ。キノコ？まさか毒キノコの仕業だったりして？いや、毒キノコではないぜ。むしろ作物の成長を促進させる可能性があるとして話題になっているぜ。へえ、毒どころか薬キノコだわ。余計に怪奇現象扱いするのが忍びないんだけど。一方で妖精の輪には、恐ろしい伝説も伝わっているぜ。ドラゴンの吐いた炎が地面を焦がした後だとか、時空を超えるワープスポットだとかな。はたまたゾンビやミイラが埋まっている印だなんて話もあるぜ。ゾンビだなんてゲームの世界じゃあるまいし、一番ありえないわよ。実はこれが一番リアルなんだぜ。どういうこと？ヨーロッパの湿地では、湿地遺体というものが見つかることがある。湿地で亡くなってしまった人の遺体ってこと？そうだぜ。湿地の沼地に足を取られ、人知れず命を落とし、沼に沈んでいく。その沼の中でミイラになった遺体のことを指すぜ。特に泥炭の地面の中でミイラ化したものは、状態がよく人間の体のまま保存されるんだ。まるで今にも動き出しそうなくらい、肌には針がある状態のままミイラになるんだぜ。ふーん、本当にそんなミイラが湿地にあるのね。こうしたミイラは2000体ほど確認されているぜ。ビク、そのミイラが沼から出た瞬間、ゲームみたいに襲いかかってくるんじゃ。その心配はないぜ。湿地遺体は大気に触れると一気に分解が始まり、腐敗していくんだ。沼の中ではまるで生きている時のように体が保存されているのに、沼から出ると一気に崩れちゃうの？なんだか怪奇から一転、悲しい話ね。5、お日様の匂いの正体。天気のいい日に布団を干すとお日様のいい匂いがするのよね。いい匂いだよな。でもあれってダニの死骸の匂いなんでしょ。それくらい知ってるわ。霊夢の言う通り、お日様の匂いはダニの匂いという話は有名だ。しかし実はこれこそが迷信だったんだぜ。え、そうなの？お日様の匂いの正体はズバリ、香水の原料と同じ物質なんだぜ。お日様の匂いは香水の匂いだったの？2020年、デンマークコペンハーゲン大学の研究チームによって実験が行われた。実験するって言っても、どうやってお日様の匂いなんて抽象的なものを調べるのよ？匂いの正体は化学物質だ。匂いがある以上、そこには何らかの物質が存在しているんだぜ。だからその物質を検出すればいい。ふむふむ、なるほど。方法は綿のタオルを濡らし、環境の違う3箇所で干す。日の当たらない室内、日の当たらないベランダ、日の当たるベランダの3箇所だ。そして乾いたタオルから出る化学物質を採取して、匂いの正体となる物質を特定するという実験だぜ。意外とシンプルな実験ね。それで、3つの干し方に何か違いはあったの？ああ、大きな違いがあった。日の当たるベランダで干したタオルから、アルデヒドやケトン、ペンタナール、オクタナール、ノナナールなどの物質が検出されたぜ。へえ、アルデヒドとかケトンがねえ。って、物質名だけじゃどんな匂いか想像できないわよ。例えばアルデヒドやケトンは、香水の原料になる物質だぜ。オクタナールは柑橘系、ノナナールはバラ系の香りに含まれる。どれもいい匂いがしそうね。それじゃあ本当にお日様の匂いは、香水の原料と同じ物質なのね。そうだぜ。本当に？ダニの匂いじゃないって信じていいのね。同じような実験はダニがいないパターンでも行われている。その場合でもお日様の匂いの物質が確認されているから、安心していいぜ。よかったー。それにしてもどうして日の当たるところで干すと、お日様の匂いの物質が発生するのかしら。鍵になるのは太陽の光のようだけど、まさか太陽自体がいい匂いをしていて、それが地球のタオルまで届いていたりして。ほら、電車で隣に座った人の香水の匂いが、自分の服に移ることってあるじゃない？1億5000万キロメートルも離れた星の匂いが地球に届くとは考えづらいな。そもそも太陽は水素とヘリウムでできた星で、どちらも匂いのしない物質だぜ。ま、さすがにこれはないか。冗談はさておき、タオルを干しているどこかのタイミングで、匂いの物質が発生するのよね？匂いの物質の発生するタイミングは、複数考えられるぜ。まずはタオルの素材と空気中のオゾンガスが反応し、物質が発生したケースだ。それからタオルの素材に含まれる染料などが、太陽光に反応したケースだな。つまり太陽の光や空気が、濡れたタオルと化学反応を起こすのね。あ、ひらめいたわ。何を思いついたんだぜ？化学反応を起こすために太陽に当てればいいなら、少しくらい日陰でも大丈夫なんじゃないかしら？これで梅雨のちょっとした晴れ間でも、お日様のいい匂いをゲットよ。残念だが、そうはいかないんだぜ。
濡れたタオルの水分がレンズの役割をし、太陽光を一点に集めてより多くの成分を作り出せるんだとか、太陽の光が当たっていれば当たっているほど、より多くのいい匂いの物質が作り出されるんだぜ。なるほど、そう簡単にお日様のいい匂いは手に入れられないってわけね。でもまさかお日様の匂いを科学的に明らかにする実験が行われているなんて、びっくりしたわ。この実験の背景には、小さい頃に嗅いだ洗濯物のいい香りの正体を追求したい、という研究者の思いがあったんだぜ。へえ、いい話じゃない。お日様の匂いは、世界共通で素敵な香りの思い出を作っているのね。というわけで今回は、解明された世界の謎5000について解説したぜ。まさかお日様の匂いまで解明されちゃっていたなんて、思いもしなかったわ。科学の力もすごいけど、どんな小さな謎も解き明かそうとする、人間の思いの強さにも感心したわね。そうだな。人間の探求心が存在する限り、これからもたくさんの謎が解き明かされていくと思うぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。